2019サマーアクションシリーズ2最終日本武道館大会です。第1試合30分日本勝負は若手6人によりますタッグマッチ、橋誠、金丸義信、志賀健太郎組対丸藤直道、森島武、朝子悟組であります。スルスルっと滑り込んできた金丸、そして手前には橋、そしてチームリーダーは志賀健太郎です。3人とも赤を基調にしたこのビッグボスチーム、橋の背中には突撃と縫い込まれております。場内は一転しまして朝子悟のテーマに包まれております。今日は若手6人が集まってのシックスタッグマッチ、朝子を筆頭にこのチームには森島、そして丸藤、赤い2人がこのリングに立ちました。さあ6人が揃っています。そしておっと、今日はファンサービスの一環でカラーボール投げが行われます。6人の選手、おっと丸藤が今軽快にお手玉を始めました。それが全選手に移りました。なんとも見事な手さばきの丸藤のお手玉でした。相手を手玉に取る前にまずは見事なお手玉を見せました。6選手、丸藤から始まったお手玉の輪が広がりました。思い切って投げ込みました森島。そして高校球児の金丸は3階席にもこのカップばかりの遠投を見せております。ファンサービスのこのカラーボール投げが今ようやく終わったところであります。最後の1球を橋が投げ込みました。まあなんとも見事な器用なところを見せました丸藤。6人が揃いまして第1試合が間もなく始まります。橋誠、突撃コング橋誠、金丸義信、今日も軽快に動き回るか金丸義信、志賀健太、この3人の中ではチームリーダーの志賀健太郎です。まずはお手玉でいいところを見せました丸藤直道、森島武史、ひときわその巨体が目を引きます森島武史、朝子悟、落ち着いた表情を見せます朝子悟です。30分一本勝負のシックスメンタッグマッチです。全日本プロレスの中にありましてはアンタッチャブル、バーニング、そして正規軍とさまざまなこの軍団構想が行われているわけですが、この若い6人が集まりまして混成チームを結成しております。朝子そして志賀がそれぞれ若い2人ずつを従えてのシックスメンタッグマッチになります。99サマーアクションシリーズ2の最終戦日本武道館大会です。おそらくは速い動き、キビキビとした展開になるものと思われますが、その中にあってヘビー級の森島がどう切り込んでいくか、そういったところもこの試合の一つの大きな見どころになりそうです。両チームそれぞれ出てきて丸藤と、さあ金丸です。30分日本勝負のシックスメンタッグマッチです。腕を取って金丸がひねっていきます。この2人はさまざまな会場で第1試合の名勝負を繰り広げております。髪を短く刈り込んできた丸藤直道、一方の金丸はその髪を金髪に染めております。さあ腕を取ってトップロープに上がってくるっと丸め込んだ、距離を取った、足が待っていた金丸です。後ろを取って、おっとホイップしました。立ち上がった丸藤、さあロープに飛んだぞ、またいでくるっと1回転、さあドロップ返り打ち、まずは立ち上がりから見せます金丸と丸藤です。金髪の金丸、そしてグリーンのショートタイツの丸藤直道です。髪の毛を短く刈ったことによりまして丸藤は精悍さが増しています。今青コーナーでは金丸から橋にタッチが行われました。おっと後頭部にヘッドバット、
チンクラッシャーを背後から見せました丸藤です。正面からヘッドバット、ヘッドバットを一つの切り札に持ってきている橋誠です。この6人の中にあっては一番若い丸藤、今赤コーナーに持ってきて森島とタッチです。エルボー、迫力があります。この6人の入団歴での経歴で見ますと一番先輩は朝子になります。その次が滋賀健太郎、そして金丸、森島、橋が同期、一番若いのが丸藤ということになります。エルボーの内江から負けません。おっと膝をつきました。この2人は同期の戦いになります。青コーナーに持ってきて滋賀がリングの中に入りました。青コーナーの3人の中では一番キャリアの長い滋賀健太郎です。コーナーパッドに打ちつけます。このところはこの滋賀がメインイベントでタッグマッチで出ても何の不思議もない展開になってまいりました。今日は第1試合で先輩としての風格を見せることができるか。さあ両軍とも一番の年長者が出てまいりました。赤のショートタイツの滋賀、そしてグリーンのショートタイツが朝子です。朝子のロープに飛ばして滋賀が飛んだ、ストマックに蹴りが一発入ってフライングメイヤー、ブリッジで返して、おっと立ち上がった、足を取って一回転しての蹴りを胸板に打ちました滋賀健太郎です。立ち上がった、今度は朝子ヘッドしてホイップしました朝子です。目まぐるしい展開だ。フェイスクラッシャー、思わずコーナーに控える金丸が頭を押さえました。さあ朝子が人暴れして今度は森島にタッチです。やはりこの6人の中にあっては森島の大きな体が目を引きます。森島で言いますと大きな外国人とのシングルマッチも数多く組まれるようになりました。一方攻め込んでいる滋賀健太郎は世界ジュニアの挑戦も先シーズン果たしています。さあエプロンからトップロープに立って立ってくるっと一回転、小さな金丸が大きな森島にカバーに入っていきました。まだ試合の流れはどちらというものはありません。お互いがいいものを出し合ってなんとか一つでも技を出していこうという流れになっています。おっと重いキックだ、下ショルダータックル、金丸が一回転、さあ森島が試合の流れを作って丸藤にタッチです。ドロップキックは見られた。さあ今度は青コーナーが、おお3人がかりの攻撃になりそうです。赤で統一されているこの3人、志賀、金丸、そして橋、エルボって今度はストマック、さあ丸藤がフラフラだ、今度は金丸がスライディングキック、顎の先端に決まりました。ちょっと目がうつろになってまいりました丸藤です。30分一本勝負は5分が経過。おーっといい音だ、ヘッドアット、肩口にヒット、まさにその背中の縫い取りの突撃通りのいい動きを見せております橋です。この2人の立場で言いますと突撃の橋の方が先輩になります。ただ丸藤も懸命にこの流れを断ち切らんばかりに、さあ今度は橋を場外だ、今度は朝子がアシストします。場外で朝子、橋をどうするんだ、おっとマットのないところでボディスラム、これは痛い、今武道館の床が揺れました。これはえげつない突撃の字が泣いています。さあ一転して赤コーナー有利、橋は大きなダメージを負ってしまいました。ショルダーする、これもさっきの場外ボディスラムが効いています。橋なんとか返した、後輩に対して、ま、
全く容赦のない攻撃は浅子です。さあ今度は堀島、190センチ113キロの森島です。さあ徹底した橋の背中攻めになっています。先ほどの場外ボディスラムに対して場内からはかわいそうという声が上がりました。さあ橋をロープに飛ばした、もう一回ショルダーする、悲鳴が上がります橋です。橋が先ほどから背中そして腰を押さえるシーンが続いています。橋の顔面が真っ赤に染まってまいりました。抱え上げたボディスラム、一発一発が効きます。さあ浅子を抱え上げて落とした。さあ今度は丸藤連発、おっと今金丸が何とかカットしようとバランスを崩しましたが、それでも丸藤のお尻が十分落ちていました。抱え上げてさあどうするんだ、ドロップキック肩口にヒット、そしてまた前に落とされました。ボディープレス、壁を作りました丸藤、意地です、意地で返します橋誠。さあ赤コーナーのスイッチワークが良くなってきました。一方青コーナーは橋が一人捕まっています。キッチンシンク1回転、金丸カット、青コーナーに控える志賀、そして金丸は何もできない状態です。腕をひねって橋の背中への攻撃がずっと続いています。フックでカット、さあ返せるか、ボンモリアンチョップ、もう一発いった、セカンドロープに立ってミサリヒック、中段から打ちました橋です。さあ1回転して今ようやく金丸にタッチ、金丸がリングに飛び込んで、さあ浅子をロープに振った、ドロップヒック、さあ今度はコーナーに控える丸藤、そして森島にもリングの中に浅子1人を残します。おっと今度は浅子が返したぞ、くるっと1回転、くるっと1回転、さあどうするんだどうするんだ、背中を向けて、背中を向けて、ムーンサルトアタック、セカンドロープから打ちました金丸です。ムーンサルトアタックを見せた金丸、さあロープに近いところ1回転ひねりを加えました。今度は浅子のお腹のあたりを気にする仕草がかなり多く見られます。さあトンボを切った、おっとスルリと抜けて何を持ってくるんだ、ロープに飛んだぞ、おっとあっと今度はトップロープだ、トップロープだ、バックドロップ、脳天から落ちました。少し金丸も先ほどの流れをつかみきれませんでした。さあ丸藤ジャンピングのエルボー、対空時間が長い、おっと今度はエプロンに立って、エプロンに立って金丸を呼び寄せた、さあ今度はトップロープを掴んだ、おっとあーとんどのんだ、ジャンプ2回ジャンプからの見事な空中殺法を見せました丸藤が本領発揮です。さあリングの中に金丸、ニュートラルコーナーのトップに丸藤、飛びついた飛びついた、さあ丸め込んだ、追加点を奪えるか、ツーで返します。とにかくキャンペーンよく飛びます丸藤です。これまでのやや長めの髪の毛を短く刈り込んできました丸藤です。ジャンピングのエルボーの金丸、さあ今度は志賀と森島、おっと顔面キック、田植えを彷彿とさせる顔面キック、ハイキックでした。志賀を飛ばした、おっと今度は両足です。さあどうするんだ、おっとキャッチしました、キャッチしました、ベアハックサバウリの体勢、重量級森島のベアハックです。声を出したラリアット、逃げ場のないラリアット、さあ森島金星なるか、橋がカットです。おっとここで6人が入り乱れたぞ、試合の権利があるのは森島と志賀、さあ森島が志賀をコーナーに飛ばした、まずは浅子、次は森島、最後は丸藤、
さあ一気火星に攻める赤コーナー、なだれ式で持っていくか、なだれ式ブランケン、今度は丸打ち取った、最後は森島ギロチン、さあ十分な攻撃、しかしこれはカットに合いました、いい連携を見せました。さあ滋賀が大ピンチだ、おっとおっとおっと2人目トマット、今度は金丸のロックキック、足へトマット、さあ森島の攻撃が続きます、おっと DDT スイング式、滋賀が飛びつきました。さあ今度は橋がコーナーのトップ、滋賀が押さえつけている、ヘッドバット丸藤カットです。さあ大きなうねりがこのマットの中に起きようとしております。赤コーナーを背にして滋賀スインギング DDT、 グサッと決まった、カバーに入る、カットには入れませんでした、スリーカウント、最後は滋賀が堂々と奪いました。中盤一方的に攻められてしまった滋賀健太郎ですが、そのあたりはヘビー級の森島を相手にして動じるところはありませんでした。強烈に一発で見事に決めました滋賀健太郎、コーナーからのスイング式の DDT です。やはりこの若い6人がリングの中に集まっただけあって、非常にスピーディーな目まぐるしい展開を見せてくれました。勝負タイムは12分25秒、スイング式 DDT で滋賀健太郎が森島を相手に監督のスリーカウントを奪っています。全日本プロレス中継サーティー、この試合の模様は東京日本武道館より全国のプロレスファンの皆様にお送りしています。このテーマソングが鳴り響くと、もう観客が沸いています、沸いています。悪役紹介の3人、先頭は永遠遥か、そして泉田純、最後は口正信です。テンポ良い拍手が鳴り響きます、この日本武道館。今悪役紹介の3人がリングインです。最後にリングの中に入ってきたのが口正信です。悪役紹介の3人が今リングの中に入りました。対するはファミリー軍団、先頭は井上正雄、井上正雄今日はファミリー軍団の一員として参戦します。そして色男の T シャツを着て入ってきたのがラッシャー木村、井上正雄、桃田光雄、そしてラッシャー木村の順でリングインです。今6人がリングの中に勢ぞろいしました。悪役紹介の色に染まりきれる男、泉田純です。そして油断できない男、永遠遥か、関節技のテクニシャン、口正信です。今日は一体誰を担ぐんだ、井上正雄、試合運びは任せろ、桃田光雄、ラッシャー木村、まずは顔で威圧します、ラッシャー木村、ファイティー井上、
シックスメンタッグマッチ30分の一本勝負です。ラッシャー木村、桃田光雄、井上正臣対淵正信、永遠遥か、泉田純組です。リングの中央、今ボディチェックを受けます。この中央が永遠遥か、今日はどんなパフォーマンスを見せるのか。そして左側、今日はファミリー軍団の一員として参戦します井上正雄です。おなじみ黒のロングタイツ、手前側中央のラッシャー木村、そして今淵と永遠が何やら相談をしています。まず桃田と永遠がしっかりと握手、井上にも握手。おっと、ラッシャー木村には握手をしません。桃田光雄、泉田握手。おっと、またもやラッシャー木村が無視されているぞ。淵が桃田と握手、またしてもラッシャー木村とは握手をしません。ラッシャーから握手を求めに行きますが、ここでしっかりと淵正信、ラッシャー木村がっちりと握手を交わしました。お客さんからも拍手が沸き起こりました。最後は仲間同士で、今日は3人でしっかりやろうという意味でしょうか。ラッシャー木村、ここで永遠遥がまた何か突っかけてきたぞ。今日もまた何か一波乱ありそうな、この悪役紹介そしてファミリー軍団の一戦です。何が起こるかわからないこの対戦、今ゴングが鳴り響きました。まずは井上、そして永遠遥か、しかし永遠遥かが桃田を呼んでいるのか。会場からも桃田コールだ、桃田コール。井上がこれで桃田とタッチ、まずは先陣を切るのは桃田光雄、そして永遠遥か。まずは雄たけび一発、永遠遥かの雄たけびでこの試合が始まりました。さあ試合の序盤、まだコンタクトはありません。逆に桃田、おっと後ろから永遠が行った、永遠が行った。早速ストマック、そして背中、交互にチョップだ、交互にチョップだ。武道館は拍手に包まれます。コーナーに逃げていきました、永遠遥かです。永遠が両手に飛んでいきます。クロスクロス、またいで、ぐっと間合いを取りました。両者構えて膝をつき、そして立ち上がって今組み合います。隅田が桃田のストマックへパンチ、これはチョップで言えば桃田か、桃田に分があるか、桃田に分がある。しかし泉田、我慢できずに自分のコーナーに戻りました。ここで永遠が再び入ってきました。永遠がぐるっと反時計方向に回って、今両者見つめ合って今がっちりと組み合います。押し込んでいったのが桃田、コーナーパッドを背にしているのが永遠。おっとチョップの連打が早速始まったぞ、チョップの連打が始まった、チョップチョップチョップ、首が揺れている、永遠の首が揺れている、振り子のように揺れている、止まらない止まらない、永遠の視線が定まっていない。落ちるのは時間の問題か。第2弾の突撃、チョップの嵐第2弾、悲鳴を上げます永遠。後ろからカットに入ってきたのが淵です。止まった、たまらず桃田は場外へ。さあリングの中央、リングの中央、永遠がロープを背にして行くのか、行くのか、行くのか、いつまでもする、首をかしげて、自ら首をかしげます。おっと淵が永遠を飛ばそうというところ、もう一度も戻ってこいというアピール、ここで桃田がリング内に戻ろうかというところです。さあヘッドバットでもう一度止まらず桃田が場外、そしてトップロープから永遠が行くのか、超えたぞ永遠、左足をトップロープに乗せ、そして戻ります。さあ永遠も自ら降りていった、永遠の分身が宙を舞った、
値段は禁物、新聞紙は必需品。やはり今日も出てしまったか、いけないおじさんだ、エーゲン・ハルカ。エーゲン疲れ切っています。やめて、さあ耳を掴んで、もしかしてもしかしてもしかしてしまうのか。おっと放送席の前だ、危ない危ない、おーっと放送席の前、放送席の頭上を飛び越えていきました。4メートルから5メートルに飛距離はあろうかというところ。さあここで一旦試合が落ち着きます。コーナーでラッシャーが A 面を捉えています。背中越しに桃田のショップ、あーっと至近距離で食らったのはなんと井上だ。井上シートで顔を拭きました。ジョーは桃田に対するエーゲンと淵の2人攻撃、スタンピングの嵐、倒し淵と桃田1対1になります。腕を取ってぐるっと内側にひねります。ロープに絡めて、そこに足の蹴り。さあラッシャーに立ちた。ラッシャーが初めて今日の試合リングインです。さあまずはしっかりと腕を動かして、ゆっくりゆっくりと歩を進めていきます。さあこの独特、おっといきなり縁の張り手が飛んでいったラッシャー。油断したか、まだまだ効いていないという表情でしょうか。ラッシャー木村、もう一度間合いを取ります。もう一度歩を進め、距離を縮めていきます。後ろを取られた。ここで泉田が入ってきます。さあ泉田とラッシャー木村です。ラッシャー木村がもう一度間合いを取って、右手でカバーしようかというところ、お互い間合いを取ります。グッと構えます。どちらが先に攻めていくのか、準備万端というラッシャー木村。まずは蹴りからミドルキック、これはテック命中。蹴りから入っていきます泉田潤。ラッシャー木村は足を引いて避けます。後ろから縁の蹴りが待っていました。泉田とラッシャーが組み合いました。モンゴリアンチョップ地獄好き、そして井上、おっとやり返したのは桃田。これはうまい、さすが桃田、よく見ていました。迎撃を食らったのは泉田です。ここで井上が入ってきました。若い2人、泉田と井上です。コーナーパッドへ頭を叩きつきます。しかしヘッドバットはお手の物、泉田聞いていません。腰にヘッドバット、泉田が井上の頭を捉えてヘッドバット。エーゲンは口で指示をするだけ。さあここでそのエーゲンがリングインです。2人がかりか、泉田とエーゲンでチョップ、たまらず倒れ込んだのは井上。足を取ってさあリングの中央に、おっとスプリングトーホールドか、スプリングトーホールド、グッとグッとグッと回る回る、回転回転、さあ足を絡めています。両方の足を絡めました。おっとやることが違うと言っているんでしょうか、息が合いません。泉田とエーゲン、まだ悪役紹介の色に染まりきっていないのか泉田氏。おっと3人で丸め込めました。団子状態、ぐるっと丸め込みました。悶絶の表情は井上、背中に両手でショップ。名言のストンピング、ここで淵が入ってきます。淵が井上の頭を掴んでコーナーパッドに叩きつけ、そして腕をぐるっと内側にひねります。ハイキック、顎元に決まりました。腰から砕け落ちたのが井上、そして上から両足ヘッドスタンプ、上から全体重をかけていきます。グリ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 と上から全体重をかけていく、容赦ない攻撃。
元バレのように何度も何度も繰り返し頭に両足体重をかけていきます。そして泉田が入ってきました。泉田が井上の頭を掴んで、そして前からチョップ、ハンマーを振り下ろしていきました。泉田と井上、さあロープに振るか、いや振らない振らない、上からハンマーを落としていく。さあ脇に抱えて、抱えたまま井上が左脇に泉田の頭を抱えたまま桃田とタッチ、桃田の思い切りバチンという声、ここまで聞こえてきました。あらず倒れ込んだのが泉田、まずカバーに入ります。青コーナーからは永遠の指示が盛んに飛んでいます。モンゴリアンチョップ、桃田のチョップに対して泉田のモンゴリアン、さあ待って待ちたとばかりに永遠がトップロープに登ったが、それを桃田が捉えてここから投げようというところ、トップロープから投げた、背中から落ちていった永遠、規制を上げます。永遠さあまたチョップの応酬だ、チョップチョップ、互いチョップを繰り返していく、会場からも拍手が沸き起こります。そしてここでもう一度縁にタッチして縁が入ってきます。白い肌の縁、そして桃田も非常に白い肌、チョップをすると非常に赤くなります。非常によくわかります。顔面を蹴りつけていきました。10分が経過しました。ラッシャー木村、桃田光雄、井上正夫組対淵正信、永遠遥か、泉田潤、シックスメンタッグマッチ30分一本勝負です。10分を経過しました。アンゴリアンチョップ3連発、たまらず倒れ込んだのは桃田、そしてそこにヘッドバット、さあカットに入ってくるのをうまく止めようというところ、淵と永遠、しかしこれはカウント2で返されています。さあ両チームとも、決め手に書いています、決め手を書いています。この試合展開、ここでバックドロップ、バックドロップを一つ見舞ってここで井上にタッチ、井上が入ってきました。軽快なステップでリングイン、そしてまずはドロップキック、挨拶代わりか、そして左脇に抱えてブレンバースターの構え、泉田132キロを投げ飛ばしました。ブレンバスター、さあ132キロを担ぐことができるか井上、これは後ろから淵がカットに入ってきました。さあここは静止に入るのは永遠でしたが、永遠も場外に投げ飛ばされてしまった。さあ泉田が飛ばされて待っているのはラッシャーのラリアット、ラッシャーのラリアットが決まってボールに入ります。井上、これは危ない、これはカウント2で返しました。泉田、非常にファミリー軍団の方がコンビネーションは豊かです。これは両者相打ちか、ラリアットの相打ち、どうも息の合わない悪役紹介、それに対してコンビネーションが非常に取れている、チームワークが取れているファミリー軍団です。さあトップロープに泉田が乗った、そこからヘッドバットを落としていきました。ここでフォールに入る、カウントはカウントは3決まりました。最後は井上に対して泉田潤、132キロの巨体がトップローブ越しに上から振ってきました。ヘッドバット、ラッシャー木村、桃田光雄、井上正夫組対淵正信、永遠遥か、泉田潤、非常にチームワークのいいところを見せたファミリー軍団、そのファミリー軍団でしたが、最後は井上が捕まってしまいました。この大きな大きな132キロの巨体を生かした泉田潤のお得意のヘッドバット、最後はそのヘッドバットで泉田潤が井上正雄を12分2秒片指固めで下しています。
平原、今年の夏は暑かったですね。明日からサンマの塩焼きでも食べてゆっくり休んでちょうだい。うち、俺は1000シリーズの武道館でファンの皆さんに来シリーズはうちの日焼けした体にご期待くださいって言ったけど、お前真っ白じゃないかこの野郎。もう夏は終わっちゃったんだよ。俺だってな、ファンの皆さんになんて言っていいか分かんないよ。今日はお前の口からどうしてそんなに白いか説明してくれ。うち、お前の口からどうして白いか言ってくれよ。歌ってくれ。どうして白いか。白いものは白いんだから。俺が日焼けしちゃうとイメージ変わっちゃうから。皆さんどうもすいません。そんなことじゃ今年もなんか危ないな。ファンの皆さん、そのうちうちの口から必ずいい知らせがあると思います。それまで辛抱強く待ってください。本日はありがとうございました。内田さん、はい、今更なんですがソニー損保の自動車保険ってなんでこんなに安いんでしたっけ。お客様自身にネットで申し込んでいただいてる分、保険料安くできる。ネットで申し込むから安いだと思ってました。新規ならネット割引1万円こうか。簡単、スマホでも申し込めるんですよ。ちょっとそうですよね、はい、あ、じゃあちょっとこれ私も安心をもっと安くソニー損保。4月スタートの新番組、徳光和夫のプロレス自慢できる話。プロレスマニアたちと他では聞けない裏話や禁断のエピソードなどが満載のトークバラエティー。夏は終わり、季節は秋へと移り変わります。夏の巡業はこのシリーズで完結。新たなる秋の修行の道へと繰り出すためには、今日の修行を避けるわけにはいきません。忍ぶという一文字を背負って、
灼熱の過酷な荒行を経験してきた人生。夏の締めくくりとなる今日の一戦、この会場の言霊を味方とし、民を極楽へと導くのか。まず最初に入場してきたのが、その人生とタッグを組む菊池剛。この修行での御法者は勝利を手中に収めること。新崎人生、感情は顔に出さず、ただ前を見つめ祈るのみ。しかしその心に秘めたる闘志はいかばかりのものか。全日参戦の修行は3年目に入っています。この白い包囲を身にまとった独特の風貌、そのうちには積み重ねられた修行の賜物ともいうべき肉体、そして超越した精神が宿ります。今日は初めて菊池剛とタッグを組みます。その菊池がロープをサポートします。普段はこの新崎人生に対して必要なライバル心を出している菊池剛ですが、今日はどんな息の合ったところを見せてくれるのでしょうか。リングの中央、新崎人生、身にまとった包囲、袈裟を一つ一つ取り外していきます。この鍛え抜かれた鋼のような肉体、新崎人生、何を思い何を祈る。後ろでは菊池が声援をさらに上げろというジェスチャーでしょうか。ここからすでに立役者、息の合ったところを見せました。全日マットに存在するベルトは全部で10本、そのうち4本をこの小川が、180cm、90kg という決して恵まれてはいない小川が保持しています。まず入ってきたのは柿原、そしてその柿原とタッグを組む小川です。体格差をカバーするスピード、技、インサイドワークを兼ね備えています。今その小川がリングイン、4人がリングに揃いました。すでに沸点に達しているのか菊池剛。この無表情の裏腹には何が秘められているのか。新崎人生、切れ味は抜群、柿原雅人、4本のベルトを持ちます小川義成。非常に楽しみな一戦となりました。初めてタッグを組む新崎人生、そして菊池剛、そして対するこちら今乗りに乗っている小川義成、そして柿原雅人。グッと睨みつける新崎人生、そして菊池剛、何やら相談しました。先陣を切るのはどうやら人生のようです。そして対するは小川だ。小川対人生、ゴングが鳴りました。今ゆっくりと2人が動き始めます。間合いを取ってくるっとリング内を回っていきます。さあ今組み合いました。ファーストコンタクト、まずは力比べか。ぐっと押し込んでいったのが新崎人生、ゼブラのショートタイツが小川義成。クリーンブレイク、もう一度間合いを取って、もう一度間合いを取っていきます。さあもう一度組み合って、くるっと後ろに回った小川義成。試合運びには定評があります小川、その小川をパワーでねじ伏せることができるか。新崎人生、エルボーで返していく、足を引っ掛けて倒した、後ろから馬乗りか、いやこれも返した。人生が上に乗ろうという展開。
ぐっと手を持った、絞り込んでいって脇に抱えています。新崎人生ショルダータックル、倒れたのは小川、首投げ、そして逆に小川が足で挟んでいく、ぐっと足で絞り込んでいきます。さあこれを抜け出すことができるか人生。全日マットに参戦したのが97年の7月、あれから2年と2ヶ月が経過しました。新崎人生です。今では全日マットになくてはならない存在となっています。ここで菊池剛にタッチ、菊池が入ってきました。非常にリラックスした表情。さあ相手は柿原、両者ともステップが軽い。まずはフットワークから、お互い前を見決めて、まずは蹴り、柿原切れ味抜群のミドルキック。さあ菊池はどう出る、このローキックに対して。さあ足を取った、足を取ってグランドスタイル、グランドスタイル、上から馬乗りになろうかというのが柿原、いやバックを取るのは菊池が、両者譲りません。この攻防、互いの出方をしっかりと見ています。足を取って倒していこうかというところ、激しいバックの取り合い、くるっと一回転、首は離しません。後ろに回ったのが柿原、黄色のショートタイツ、グラウンドでの攻防が続いています。柿原と菊池、非常に激しい戦い、激しい乱打戦になるかと思われましたが、グラウンドスタイル、グラウンドでの攻防となっています。この柿原と菊池、この菊池といえば96年7月24日日本武道館大会では世界ジュニア王者となり、その後2度防衛しましたが、97年1月15日後楽園大会で小川に敗れてタイトルを失っています。その小川が今日の相手、その小川とタッグを組んでいるのがこの柿原です。エルボーを埋まっていきます。くるっと一回転、そしてもう一度行くか、もう一度ゼロ戦キックだ。今度は串刺し式のゼロ戦キック。腕を取ったぞ。今人生の顔をちらっと見て、今度はおっと、これは後ろから蹴りが待っていた。そうはうまくはいきませんでした。柿原の蹴り、背中に重い蹴りが打ち込まれていきます。おっと顔面は真っ赤だ菊池、はい、今日は非常にリラックスした表情がうかがえます。菊池余裕があるんでしょうか。さあここで入ってきたのは小川、ハットに叩きつけていきます。自らが叩きつけていきます。自分の顔、菊池です。さあ腕を取ってぐるっと内側にひねっていきます。もう一度行くか、もう一度行く、これは人生のお株を奪う小波渡りか。いやこれも失敗に終わります。これもうまくいきません。なんとか小波渡りを人生の前で成功させようというところ。今日はタッグを組んでいますが、この辺がライバル心の現れかもしれません。ブレンバスター低空だ。竹原がもう一度足を捉えてサソリに入ろうかというところ。さあサソリ固め、がっちりと入ってる、がっちりと入っています。人生が正面から地獄突き、カットに入りました。5分が経過しました。小川義成、竹原正人組対新崎人生、菊池強瀬組、タッグマッチ30分の一本勝負です。さあリング内は小川義成、そして菊池強し。さあいつもの菊池の表情になってきた。この鬼のような形相、菊池らしさが戻ってきたか。ここで今人生にタッチ、人生が入ってきました。人生と小川の頭を掴んで、さあボディースラム、リバーススプラッシュ、
上から全体重を乗せていきます。これは返していきます。ふーっと息を一つ吐き出しました。人生ここから自分のペースに持っていこうというところ。持ち上げてマンハッタンドロップに行こうというところ。ここは地獄突き、これは厳しい、これは返された、返された。これはトランスキック気味に入りました。村本、そしてトップロープに登った拝んだ、ダイビングショルダーか、ショルダーアタック、カバーに入ります。カバーは2で返します。小川今度はもう一度拝む、念仏パワーを追うか、これは上からかかと落とし、柿原かかと落としが待っていた。バックを取ったのは小川、バックドロップ、まずは見舞っていきました小川、そしてくるって1回転、柿原にタッチ、柿原対人生、タッキーカッターまず倒していきます。そしてそのままカバー。さあ人生が攻め込まれています。これはくるっとかわした、足を捉えた、これはマンダラひねり、1回転、いや1回転半、柿原の体が空中で1回転半しました。さあ腕を取った、腕を取って、おっとトップロープで待っていたのは菊池だ、菊池が待っている。これは恐る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 トップロープをなんとかなんとか渡っているぞ。しかしこれは危なげない、危なげない、揺れている揺れている揺れている、あーっと体勢を崩してそのまま股を直撃、これは痛い、これは痛い、なんということだ。人生ではなく菊池が波当たりに挑んだものの張り返されてしまいました。腕を取られリングの中央、おっと円錐切り、崩れ落ちたのは人生、バックを取って駆け上がった、これは返した、菊池が返した、なんとか返した、チェンクラッシャー、菊池が捕まっている、小手ローリングスパット、カバーに入る、ツーで返しています。しかし菊池囚われている、駆け上のペースだ、一回転の小手、ローリングの焦点、バコッと決まった、たまらず崩れ落ちたのは菊池、決まるのか、決まりました、すごい音がしてまいりました。こちらまでローリングの焦点、見ようと言わんばかりの柿原、一回転くるっとローリングしての焦点、菊池今日は人生とタッグを組みました。そして人生ではなく自らが拝み渡り、それを敢行しました。しかしやはりそれは柿原には通じませんでした。リングの中央で天を仰ぐ柿原、天を仰ぐのは菊池、最後は柿原が菊池にローリングの焦点、1分35秒片指固めで下しています。の8月21日まだ残暑の厳しい東京後楽園ホールで開幕した99サマーアクションシリーズ2、このシリーズ西日本地区を中心にサーキットし全11戦の最終戦、この日本武道館に戻ってくるとすでに虫の声です。本日の第4試合、外国人同士のタッグマッチ、シックスメンタッグマッチを迎えました。堂々と現れたのがジョニーエース、こちらです、フィルザパワー、今日もエンジン全開。
その後ろがマイク・バートン、そしてジョージ・ハインズと続いています。外国人のムーブメント、ジョニー・エース、革命の騎手であります。まずエース、そしてこちらがバートン、しんがりがハインズ、今リングインです。16,300 人が夏の終わりを惜しむかのように、ファンは熱い試合を期待しています。シックスメンタッグマッチ、赤コーナーにすでに控えるはエース、バートン、ハインズ。対する青コーナー、その選手を待ち受けます。現れました、マウナ・ケア・モスマン先頭、その後ろスコーピオ、そしてしんがりがゲイリー・オブライトです。モスマン、そしてスコーピオが颯爽とリングイン、最後方からオブライト堂々の入場。リングが狭く見えます。踊る稲妻スコーピオ、ハワイの活火山マウナケア・モスマン、秋風に殺人風車ゲイリー・オブライト、狂犬野郎ジョージ・ハインズ、バートガン改めマイク・バートン、そして外国人のエース、ジョニー・エースです。本日の第4試合、シックスメンタッグマッチです。非常に大型選手6人揃うとリングも狭く感じます。こちらが青コーナー、オブライト、スコーピオ、そしてモスマン、踊るスコーピオです。そしてこちらが赤コーナー、左からエース、そしてハインズ、右がバートンです。6人の体重を単純に合計しますと711キロ、軽自動車並み。6人の身長を単純に足しますと11メーター35センチ、3階まで届きます。さあ誰が先発するか、スコーピオ下がりました、オブライト下がりました、エース下がりました。先発はモスマンとハインズです。30分の一本勝負、ゴングが鳴りました。組み合った、ストップの体勢、ロープに振ったモスマン、ハインズショルダーで当たっていった、飛び越えていくハインズ、軽快な動き、エルボーが待っていました。そしてここからフライングメイヤー抑えに行きますが、おっと起き上がった、バックにエルボー、自ら飛んでスピードに乗った、ハイキック、カウンターでのハイキックでした。外国人同士、アメリカ人同士の6人タッグマッチ、ハワイホノルル出身のマウナケア・モスマン、そしてこのハインズはテキサス州出身です。キックから腕をひねっていった、自陣に戻ります。ここでスコーピオ、スコーピオはコロラド州デンバー出身です。この99サマーアクションシリーズ2、全日マット初参戦ということになりました。そして異例ではありますが、初参戦でいきなりのタイトル戦、このシリーズ8月30日博多大会で第19代の世界ジュニア王者の大山に挑戦しました。試合には敗れたものの、その軽快な動き、ファンを沸かせました。そして今日の武道館の試合でも素早い動きが目立っていますが、ハインズのドロップキック、素早い動きからスピードに乗った、ラリアット、リングの下までラリアット、さあ飛ぶか、トップロープを越えていった、ブラチャップ、スコーピオ動きが取れませんでした。トップロープ越しのラリアット、そして今のパンチャー、決着攻撃で打開したい、素早く戻る、おっとこっからいった、ムーンサルトフロムエプロン、奇襲を受けましたハインズ、エースを握っているスコーピオ、ただでは起きません、腕を取ります、ひねってオブライトにタッチ、ネブラスカ州リンカーン出身のゲイリー・オブライトです。まずは膝蹴り、そして抱え上げました、そして落とします、ハインズの体重110キロ、軽々と持ち上げました、そしてカバーです、早くもカバー、おー、ツーカウント、これ返すだけでかなりの体力が消耗されるでしょう。
何しろオカイトの体重160キロです。モスマンも入ってきました。ダブルの攻撃、ロープに飛ばしてダブルのショルダー。エースを警戒しているオブライトです。カバーします。モスマンがカバー。顔面へのキック、そして胸へのキック。モスマンの蹴りには定評があります。ハワイの火山マウナケア。モスマンボディースラム、耐久時間が長い。そして足を持った逆指に持ってくるか。ラインズはこらえたい。がっちりと入るか。まだ腕がもらった体勢。これが伸びきると危ない。おっとスコーピオン、ギロチン、思わぬ攻撃です。カバーします。ツーカウント。今のは全く予期せぬところ、見えない死角から振ってきました。そしてそのスコーピオです。エルボードロップ。そしておっと突進、ニュートラルコーナー、逃げ場がありませんでした。ハインズのピンチ続きます。早めてボディスラム、先ほどのお返しとばかり。さあそして三角飛び、アラビアンプレス、ツーカウント。エースのカット、なんとか助かりましたが、エースの重みのある逆水平チョップ、スコーピオが吹き飛びました。ここはオブライトにタッチです。重量戦を予想してかオブライトにタッチ。殺人クリシャ、この不気味な回転を始めるか。スピンキック、さあ手を伸ばした先にはエースとバートン。エースにタッチ。さあエースが颯爽とニュートラルコーナートップに立った。ダイビングのラリアット、どうもモスマンを警戒。そしてスコーピオ一周ハイキック、オブライトにもラリアット、エースのラリアット。ペンシルベニア州フィラデルフィア出身のエース、エルボーの打ち合いです。逆水平一回転した、勘抜きスープレックス。まず一つスープレックスを出しました。そしてモスマンがトップです。青コーナーのトップからミサイルキック、ひねりを加えました。スマットバートンを蹴り落としました。そしてリングの中のこのエースの胸板にもブロックした。キックにはエルボー、胸に直撃、蹴り倒しました。5分を経過しました。30分一本勝負、アメリカ人6人によるシックスメンタックマッチ。さあこのポーズは何を持ってくる。セカンドロップからあった、膝で現役したエース、ダリアット壊している、よく見ている。さあこれは抱え上げてハワイアンクラッシャー、エースにハワイアンクラッシャー。セカンド6人入り乱れる、ダイビングのエルボー。さあエースが孤立しました。エースが孤立している。場外戦、放送席も揺れた。さあ試合の権利はエース、ダブルのサバットキック。さあ大の字になったエース、何を持ってくる。まずエプロンサイドからスコーピオ、おっと今のはエースクラッシャー、飛んで火にいるエースクラッシャー、これが待っていました。そしてバートンです。バートガン改め本名のマイク・バートン、それをリングにネームしました。さあ合体技ムーブメントドロップ、そしてハインズのヘッド。さあ勝負に出た、片エビツーカウント、返しましたスコーピオ。湧いてきました日本武道館、スコーピオをロープに振った、左のブロー、あースピンキック、ものすごいスピンキック、スピードに乗った、ひねりを加えた、雄たけびを上げたスコーピオ。ボディスラム、リングの中央、さあ何を作る、ムーンサルト、高さがあった、どうだ、ツーカウント、カットがありました。今のムーンサルトも高さがありました、距離がありました。さあまだ動けない、スコーピオがリングの外に出た、今度はこちら向き、ということはおっと、これは自爆、バートンよく見ていました、ひねりを加えたボディープレス、左のブロー、左のブロー、そしてハインズ、おハインズドライバー、額から落ちた、カバーします、片エビ、オブライトカット、間に合った、
そのオブライトにバートンとエースダブルのショルダー、オブライトが外です。さあスコーピオが捕まった、スコーピオが捕まった、合体技ムーブメントクラッシュ。さあセカンドロープ、トップロープに上がったマイク・バートン、エルボードロップ、ぐさりと刺さりました。3カウント、カウント3つ入りました。赤コーナーエース・バートン、アイツ組に外貨が上がりました。このシリーズ世界ジュニアのタイトルも経験したスコーピオですがマットに沈みました。アメリカ人6人による出演タッグマッチ、30分の一本勝負、赤コーナーが勝利しました。最後はこのマイク・バートンの高さのあるエルボードロップ、エースは先に引き上げます。このシリーズ最終戦、この日本武道館最終戦、武道館のメインは5大シングルマッチ、このシングルマッチにエントリーされない、そんな鬱憤があったのでしょう。ジョニー・エース7分と53秒、早技でした。敗れた青コーナーオブライト、そしてモスマンスコーピオにも大きな拍手が送られます。これからのスコーピオの戦いが非常に楽しみであります。お電話ありがとうございます。自動車保険の更新ハガキが届いたんだけど、通販型もいいかなって。保険料は条件によって異なりますが、対人対物は無制限、人身障害と車両保険をつけてもこの価格です。年間走行距離が5000キロ以下でしたらこの価格に、さらに車両保険なしの場合この価格になります。いいね。事故も起こしてないのに保険料があまり変わらなくて、通販型もいいかなって。車両保険もつけてこの価格になります。さらにゴールド免許でしたらこの価格に。でも何かあった時は。ご安心ください、チューリヒは事故対応でも高い評価をいただいています。しかもロードサービスは業界最高レベルです。通販型でも安心ね。ケア、いつもあなたのことを。お気軽にお電話ください。お見積もりはもちろん無料、フリーダイヤル 551-993。 バイク保険もチューリッヒ。16,300人の熱い視線がブルーのマットに映られます。全日本プロレス新たな伝説の始まり、5大シングルマッチ第1試合は田上明対長谷宏です。まず入場してきたのは煌めく光、北斗の流星。本シリーズはほぼフル参戦して、今宵四天王田上明との戦いを迎えました。天皇との戦いは3人目、五強との戦いは4人目。その相手は田上明。ここで勝って一気に三沢へ、そして三冠へ戦う国会議員、先行を話しながら今武道館で輝きを増します。全日本プロレスの至宝、四天王、その一人田上明、小橋、川田が対戦して下してきた相手を、今日ここで田上が負けるわけにはいきません。四天王の意地、そして田上明の底力、ダイナミックなプロレスを今日も遺憾なく発揮する田上、威風堂々、四天王田上明、今セカンドロープからリングイン。5大シングルマッチ、ファン投票216票、シングルマッチ60分一本勝負を行います。青コーナー265分の長谷宏。今宵光り輝くノーザンライト、北斗の流星長谷宏。コーナー270分の田上明。
モーダイナミック T カウエアクラブ5大シングルマッチ第1試合60分一本勝負で行われます。黄色のショートタイツ長谷博士、そして赤のショートタイツ田上明。今60分一本勝負のゴングが鳴らされました。田上明対長谷博士、まだ組み合いません。距離を取っています両者。さあ組み合った、リング中央、どっちが押し込んでいくのか。右膝をつきました長谷博士、上から押し付ける田上明。しかし立ち上がった田上が押し込みます。一度ここでゆっくりとロープブレイク。放送の解説は竹内浩介さんです。竹内さん、はい、5大シングルマッチ楽しみな戦いがありますね。まあ、その中でもですね、はい、この田上長谷戦は最も展開とやっぱり勝敗が読みにくいカードですね。そうですね、田上明はとにかく力、そして長谷博士はテクニックを持っている選手ですね。まあ、互いにスタミナは十分なんですけどもね、はい、このパワーとテクニックの差がですね、どういう展開の中から出てくるかですね、はい、力でねじ伏せるのか田上明、それとも重力剛を制すのか長谷博士。まずは長谷博士がヘッドロックを固めています。エルボーでかわそうという田上、長谷を飛ばしたぞ、そしてトルダーアタック、はい、当たりはゴムとゴム、逆水平チョップ、もう一度打っていく田上明、必死の形相、耐えます田上明、脳天からチョップ、2連発3連発、そして赤コーナーに振ってハイキック、田上はこれですね、やっぱりこういう対角線を使ったですね、はい、打撃技になった田上なんですよね、ラリアットかわしたドロップキック、よく見ていました長谷博士、後頭部を抑えます田上明。この長谷博士は四天王との戦いは3人目、最初は小橋健太との戦いでした。それが97年の8月26日、その時の試合は32分49秒。これは激しい試合になりましたね。忙しい試合の効果的を見せたんですけどね、はい、最後は小橋のラリアットで沈んだ長谷博士。そして四天王との戦いといいますと、次が 5.2 東京ドーム川田橋脚戦、20分55秒、垂直落下のブレンバスターで3カウントを奪われている長谷博士。今日は四天王3人目田上明との一戦、ここら辺はもう長谷ペースですね。まあ、長谷としてもですね、天皇対決、そろそろなんかやっぱりいい結果を出したいところですよね。さあアピールします長谷博士、リング中央でインディアンデスロック。ここら辺は長谷博士得意技ですよね。一番うまい長谷らしい攻撃ですね。さあ田上明が逃れることができるのか。この長谷としてはグラウンドの戦いで田上明を痛めつけておいて勝機を見出したいところですよね。当然やっぱり田上の苦手なグラウンドで攻めていくでしょうね、はい、一方の田上としてはこういうところを受けてしまうというのは、おお、玉固めに入りました、はい、玉固めに入りました。さあこれを逃れることができるのか田上明、がっしり決まっていますね。田上にとっては食ったことのない経験の技だけにちょっとねディフェンスが難しいですね、はい、じりじりとロープの方向に向かっていきます田上明。さあ届くか、左手が届きました、サードロープ、ロープブレイクです。もう全身汗びっしょりですね。しかし長谷のブリッジは本当にいつ見ても綺麗ですね、
もうレスリングの技そのものが芸術的でもあります、その長谷博士。ともに1961年5月に生まれています。長谷博士が5月5日生まれの38歳、田上彰が5月8日生まれの38歳。そしてともに他の競技を経験してからプロレスに入団しています。長谷博士はアマチュアレスリング、田上彰は大相撲を経験してプロレスに入団しています。そういったところの経験というのがプロレスにも見られますね。生かされてますね、はい、グラウンドでの攻防になりました。田上長谷戦、田上がグラウンドで苦しい状況、試合時間は5分を経過していますが、ここら辺は長谷ペースですね。いい跳ね折り固めですね、はい、これもいいブリッジですね、綺麗に決めています。さあ足を取っていく田上は防戦一方ですね。さあこれも足を固めていきます長谷博士。84年にはロサンゼルスオリンピックグレコローマン90キロ級日本代表としてオリンピックに出場したこの長谷博士、86年にプロレスに入団。この頃まだ田上彰は大相撲で活躍していました。田上彰がプロレスに入団したのが88年の1月2日、その日がデビューでした。その頃もうすでに長谷博士は活躍していますからね。ちょうど新日本プロレスの舞台ですね、はい、IWGP とかですね、やっぱジュニア戦線で非常に活躍してましたね、はい、ジュニアヘビー級をダッシュしていたのがこの長谷博士であります。しかし96年になりますと田上彰が大活躍しますね。まあ、そのあたりからですね、はい、2人のその距離というものですかね、これがまた別の形で出てきましたよね、はい、96年、田上彰は年間グランドスラム、世界タッグ3冠、そしてチャンピオンカーニバル優勝、世界最強タッグ優勝、ベルトを巻いています。でその年に長谷がこの全日本に入団しているんですよね。11月から全日本に入団したこの長谷博士、最初の試合97年の1月2日は滋賀とのシングルマッチでしたね。まさにこの前座からのスタートだったわけですよね、はい、その97年に8月に四天王、もう8月には四天王小橋との戦いがあったわけですね。この辺がやっぱり長谷の底力なんですよね、はい、四天王今日が3人目の戦いになります。さあまたも田上がロープブレイク、ロープに逃れました。長谷が攻め込んでいきます。さあ4の字固め、足4の字固めに入りました。おっとこれを左足を右手1本でロックしている。なんとかこの技は食いたくないという田上彰、苦しい試合が続きます。もう全身汗びっしょり、顔面も真っ赤に染まってきているこの田上彰。このまま長谷博士が攻め続けるんでしょうかね。やっぱりこの今2人の汗の量はですね、そのまままさに攻守を物語ってますよね、はい、そうですね、攻め続けている長谷博士。あっとこれ完全に入りました。足4の字固めロックしています。これもじりじりっとロープ方向に寄っていって、ロープブレーキに逃れようという天皇の田上彰、しかしそれをさせまいという長谷博士です。これはテクニックありますね。さあもう一度右手一本で左足を外そうという田上彰、外すことができるか。おっと逆に返したぞ、返していくか。さあ長谷博士が今度は苦しい状況になっていきます。もう完全にグラウンドの戦いになりましたね。長谷ペースですね、これを受けていると田上彰勝機を見出すことはできるんでしょうか。さあお互いに苦しい形になりました。今度は長谷博士また返していきます。しかしここでロープブレイク、足を重点的に攻めていきますね。まあそれだけ田植えの蹴りでとか、それやっぱりそのスピードを警戒してるんでしょうね、はい、なるほどね。長谷博士はもう一点集中攻撃、手を変え品を変えでも同じところを攻めていきます。攻めですね、おっと張り手、なんとかこの状況を打開することができるんでありましょうか。田上彰、今シリーズはこの田上彰と長谷博はおっと円錐切り、やはりちょっと足にダメージが来てますよね、はい、完全にヒットしたというわけではありませんでした。
ようやく立ち上がってロープに行って、そしてハイキックを見せました。顔面を捉えました、田上明。しかし蹴りを打ちながらもちょっと苦しい表情。さあ抱え上げた、おっとロープを使っていくぞ。さあここら辺からは田上明のダイナミックな戦いが見られるんでしょうかね。さあ場外に戦いの場を移すんでありましょうか。おっと飛んでいった、ハイキック顔面を捉えました。この両者は今シリーズは前哨戦というものがありませんでした。タッグを組んで戦うことがどちらかというと多かったですね。そうだったですね。おっと今度は鉄柵にぶつけていきます。すぐさまリングに戻りました長谷博士。さあゆっくりとそれを追います田上明です。突っ込んでいます長谷博士。左手一本掴んでラリアット、さあカバーに入った、カウントに入る、カウント2つ跳ねのけました。もう田植えとしたら力技ですよね。それしかないと思うんですけどね、はい、ロープに振ってさあおっと腰を落としました。さあ再び苦しい状況は田植え明です。さあ自らロープに振って、あーっとラリアット、円髄の谷打ちましたね、後頭部に入りました。さあ田植えが苦しいぞ、ここはチャンスを迎えています。さあこれはジャイアントスイングの体勢だ、ジャイアントスイングの体勢だ。120キロを持ち上げるか、ぐるぐると回すのか、さあ持ち上げることができるか、力を入れます。さあ持ち上げた、回すか回すか、さあ武道館叫び声がありました。回す回す回す、1回転2回転3回転4回転5回転6回転7回転8回転9回転10回転2桁の下だ、2桁いきましたね。そのジャイアントスイングっていうのはね、回を増すごとにやっぱりスピードが出てくるんですよね、はい、この辺がやっぱり強みですね。リングを大きく使いました。さあしかし両者ともに立ち上がることができません。ジャイアントスイングは回した方にもダメージしますからね。しかし回された方も大変です。さあ先に立ち上がったのは長谷博士、ちょっとふらついているか。田上明は未だに立ち上がることができません。さあ田上が立ち上がるのを待って、そして顔面へニュートラルコーナーを背にしている田上彌倉。おっとキックで迎撃したぞ、セカンドロープから体が、おっとセカンドロープからキックを打ちました田上彌倉。さあ喉落としの体勢だ、喉は落とし、しかし立ち上がったぞ。さあ裏投げだ、体勢裏投げ、裏投げだ、喉は落としだ、今度は喉は落とし、さあ今度は体勢、ね、裏投げ、これはいい攻防ですね、さあ今度は再び田上明が喉輪か喉輪か喉輪に行くぞ、喉輪、あしかし、しかし返した返した返した、嬉しい逆十字、嬉しい嬉しい入ったドブレイク、ドブレイクに逃れていますが長谷が今ようやく嬉しい逆十字、その手を届きました。この辺が長谷の怖さですよね、はい、しかし素晴らしい攻防ですね、いい攻防ですね、ノロワ落としが来るというところはもう分かっていて、そこから突きを縫って、そして裏投げに行きました。今度はバックを取っている長谷、エルボーでかわした、おっと張り手、顔面張り手、さあ今度は股に挟んだぞ、まさに股に挟んでダイナミック、いやパワーボムだ、パワーボム、おっとこれはこれはまた腕を取っている、腕を取っている、腕を取っているが、これもロープに逃れています。しかしここもまだ止めません、ようやく止めました。この辺のラクサップをうまく使っていきますね。さあノーザンライタスプレックス
日本武道館北斗の光、流星が輝いたか。カウント2つ。しかし長谷が攻め込むぞ、攻め込むぞ、もう一度裏投げに行くか。エルボーでかわして DDT。 DDT を持ちました、カウヤキラ。さあ長谷コール、カウヤコールが相まみえる中、ラリアット、カウヤキラ。さあ今度はニュートラルコーナー、ここ落としでしょうね、据えつけて、ノードの落とし、もう一度いくか、連続でノードの落とし、ウィニングショットになるか、ピカンジョ、ピカンジョビッチ、最後はノードは落とし。いやーでも素晴らしい攻防でしたね。まあ、田上にとっては本当に苦しい戦いでしたね。で最後はやっぱり自分の自信の喉落としで勝負に出ましたね、はい、しかし長谷もそんなにその実力を発揮しましたね。長谷のうまさが存分に出てましたね。もう田上明の全身の汗びっしょり、顔の汗を拭いました。田上明今ようやく左手を上げました。勝負タイムは15分11秒。変わった田上が右手を伸ばしてがっちりと今握手を交わしました。田上が長谷の実力を認めたということですね。やっぱりお互いにそれだけ気持ちが通じ合うものがあるぐらいの戦いでしたよね、はい、勝負タイムは15分11秒。田上明がのど輪落としからの片指固めで長谷博士を下しました。全日本プロレスについて、この放送は日本武道館より全国のプロレスファンの皆様にお送りしています。日本武道館、この日の丸の下で26年の歴史を刻んできた全日本プロレスが今絶体絶命の危機を迎えています。川田俊明が眼球障害によって長期離脱を余儀なくされました。しかしこの状況で奮い立った男、それがかつての超世代軍の盟友三沢光晴でした。5大シングルマッチ、それは三沢光晴を信じる戦いです。前の 8.25 広島大会、ノーフィアーの夏が終わりました。消えた3つの夢花火、インタータック、 PWF タック、アジアタック、高山大森組のノーフィアーは自らの希望により3本のベルト全てをかけたこの一戦に三沢小川組に敗れ去りました。無冠に転落した高山、もう守るものは何もない。落ち込むどころかさらに勢いを増し、今宵の5大シングル三沢戦を迎えました。広島の借りをこの武道館のリングで返す、そして川田欠場による三沢の2試合出場決定、この扱いにこの高山の怒りが爆発寸前です。今その高山トップロープをまたいでリングイン、狙うは三沢超え。ノーフィ
ヤーから取り戻したタッグの3本のベルトは結成から1年経ったアンタッチャブルの王者の証し。先の広島大会 8.25 が三沢小川組の革命記念日になりました。史上初の6冠王に輝いたレスラー三沢光晴、そして馬場の後を継ぎ社長に就任した三沢光晴、初めて自らが打ち出した企画5大シングル戦、レイダー戦がこの後に控えていようとも完膚なきまでに叩きのめす。戦わんかな時来たる。高山よ来るなら来い。今日まず一試合目、高山戦、三沢リングイン。5大シングルマッチ、フランコート280マッチシングルマッチ6日間一本勝負を行います。武道館にあり高山義弘、長コーナー255ポンド三沢光晴、愛水の陣三沢光晴です。レフィー和田光平、三沢が、そして全日本プロレスが危機に瀕しています。川田欠場、当初予定されていた川田ベイダー戦は幻となりました。その代わりこの三沢がこの高山戦、そしてこの後に控えるベイダー戦、1日に2試合出場することになりました。さあまず1試合目、三沢の1試合目ハイキックかわした。高山対三沢のシングル戦、リングの中央で手を伸ばした高山、受ける三沢です。まずは力加減、低い体勢の三沢です。5大シングル戦、三沢対高山、この試合の模様は週刊ゴング編集人竹内康介さんに解説をお願いいたします。竹内さん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。楽しみな一戦ですね。三沢がですね、どういう作戦を立てているか、これが一番気になるところですね。そして高山にすれば、広島で世界タッグとアジアタッグ2つのタイトルを失いました。その借りを返したいところですよね。まあ、それの先にはですね、当然三沢の三冠挑戦というものがもう目の前にあるわけですからね。勢いに乗るこの高山です。ではまずこの高山の試合前のインタビューをお聞きください。さあギロチン、そしてストンピングを放ちました。さあ距離を取った高山です。距離を取った高山、何を持ってくる、あドロップキック、乗ってます高山、崩れ落ちる三沢です。竹内さん、はい、というこの高山のコメントなんですが、やはりこの三沢が今日2試合をするということに大変憤慨してますね。そんな感じですね、まあ、その怒りがですね、さっきの一発のキックにももうはっきり表れましたね。はい、三沢としてはこの後ベイダー戦が控えています。かつてこの三沢は1日に2試合、それを一度経験しています。あれは97年のチャンピオンカーニバル優勝決定巴戦でした。しかし竹内さん、試合前にこの三沢に聞いたんですが、はい、あの時は相手も2試合だった。そうなんですね、いつもの三沢の作戦的にいけばですね、当然やっぱりある程度その長期戦に持ち込んで相手のスタミナのロスを測りたいところなんですけどね、今日はそれをやってしまうとやっぱりベーダー戦に影響が出てきますからね。そうですよね。あの時のチャンピオンカーニバル優勝巴戦は第1試合が三沢対小橋30分のドローでした。そして第2試合に川田との対決がありまして、この川田に敗れました。結果的にあれが川田の最初の三沢越えとなったわけであります。さあエルボーの連打、逆エルボーの連打、崩れ落ちました高山です。この高山、先の広島大会タッグパートナーの大森がこの三沢のエメラルドフロージョンを食らった時、敗戦のゴングをリングの下で聞きました。雪辱戦です。再び手を伸ばす高山、60分の一本勝負です。そして竹内さん、この三沢ですが、その広島大会でこの高山のニーリフトを食らって右の脇腹を痛めているんですね。現在まだ感知してない状態ですかね。これですね、あ崩れ落ちました。悶絶する三沢、さあそこにカバー、それで返しました。
その広島のエルボードロップ、脇腹に行った。広島大会の翌日にその尾道での病院で検査を受けたとき、あばら骨と軟骨をつなぐ部分が負傷しているということで痛みが走っているそうです。ただ今日の高山は当然そこを狙っているでしょうね。さあ抱え上げました、ボディスラム、これも脇腹あたりに響くでしょう。そしてストンピング、115キロの体重がなったストンピング、ロープに勢いをつけた。そしてキックです。そこで片エビ、この高山のキックの攻撃、これは恐ろしいものがありますね。一発で試合の流れを変えますからね。そしてこの関節技です、嬉しいに逆十字、まだロックしています三沢。この手が離れると関節可動域を超えてしまいます。腕が伸びきります。必死に構える三沢、力が入る。さあ伸びきってしまうか。さあ嬉しいに逆十字、こらえる三沢です。高山としては最大のチャンス、三沢戦リングの中央、まだロープが遠い、腕しぎ、腕が伸びきるか。さあこらえる三沢、痛みが走る。当然これはエルボーを警戒しての腕しぎと考えてよろしいでしょうか。そうですね、右肘下ろしですね。早くも5分が経過しました。60分の一本勝負、まだ腕ひしぎ地獄が続いています。体を入れ替えました。ここでロープです、ロープブレイク、難を逃れた三沢です。この三沢のエルボー、先のチャンピオンカーニバルでこの三沢と高山は対戦しています。4月14日岩手大会、あの時もローリングエルボーでした。やはり高山としてこのエルボーを警戒しているでしょうね。ですから先にですね、この右肘を潰しておきたいところなんですけどね、さあ今度はハイキックを一つ二つ見せました。低い体勢で足を取りに行こうという動きを見せた三沢、足を取ります。バックに回った、首を捉えています。低い体勢、三沢バックに回った。高山です、20連内の戦友川田の欠場です。その川田の代わりにこの後ベイダー戦も控えている三沢、まずこの高山をなるべく早い時間で沈めたい、そんな思いがあるはずです。腕をひねりました、力が入ります。エルボー、顔面にエルボー、2連発、フラフラの高山テイクダウン、一発一発が重みがありました。三沢のエルボー、そして打ち下ろすエルボードロップ、うつ伏せ状態の高山、相当今正面から入りましたね。いい角度で入りましたね。そして珍しい三沢のニーリフト、足を取った、足を取った、ブロックライン、ドラゴンスクリュー、そこにドロップキック、黒傷がある左膝です。来て足膝十字、先ほどの腕しぎ、そしてこの膝十字、決まっている位置いかがでしょうか、武さん。いい位置で決まってますね。攻めるポイント本当高山うまく抑えてますよね。さあロープまでまだ距離があります。そして固めていこうという高山です。なぜ三沢選手が今日2試合なのか、不満爆発の高山義弘、前日のトップレスラー三沢光晴、この5大シングル戦タイトルはかかっていませんが、プライドがかかっています。こらえる三沢の表情、この高山、この後のベイダー戦で三沢が戦えないようにしてやると的な予言もしていました。ロープブレイクに逃れた三沢、そしてハイキック、おっと三沢の動き、首をちょっと三沢にとって心配ですね。ちょっと辛そうですね。この後ベイダー戦です。ハイキック、顔面のキック、そしてコーナーに追い込んでニーリフト、顎に入りましたね。今かなり高い位でしたね。顎を捉えました。さあ高山シード、ガッツポーズ見せた。距離取っている三沢は動けない、三沢がまだ動けません。
睨みつける高山、広島の借りを返す、最大のチャンス到来、走った、あードロップキック、低空ドロップキック、三沢がコーナーまで飛ばされました。三沢最大のピンチ、1999年9月4日日本武道館、あーパンチ、顔面のパンチ、エルボー、エルボーを放つ三沢、エルボー合戦になりましたね。大広座、ここは三沢の勝利。やはりエルボーのあれ入る角度でしょうか、タイミングでしょうか。三沢もね、エルボー合戦では負けてられませんね。ですよね。そして蹴りです、胸板へのキック、今度は一転して三沢そのペースを握りつつあります。エルボー落とす三沢、ああ崩れていく高山、やはりエルボーにはこの三沢一律の長があります。そしてヘッドで当たった、ニエリフト、これには警戒しなければならない。そして円錐蹴り、竹内さんいかがですか、いつものこの三沢の動きと比べて。再びです、あまり辛そうですね。やっぱり膝蹴りを食うとですね、本当に動きがピタッと止まりますからね、その自分で技を放つときにもその脇腹の痛みというのは走るでしょうからね。当然そうですね。さあそしてダブルアームに捉えた、ダブルアームスープレックス、ここで嬉しい、まだ捉えています。10分経過、このロックが外れると危ない。さあ例えば三沢をマットに沈めることができるのか、高山としてはこの三沢戦に集中していいわけです。しかし三沢はこの後ベイダー戦が控えています。さあ嬉しきの体勢、さあ伸びきるか、体を反転させました三沢、そしてロックします、足が巻きついている三沢。三沢にはあの左右のエルボーがありますからね。三沢としてはですね、この後のベイダー戦を考えれば10分から15分、この間でなんとかやっぱ勝負を決めたいところなんですけどもね、ちょっと今とまだ劣勢に立ってますからね。60分の一本勝負ですが、無情にも10分を経過しました。あーニードロップ、顔面にニードロップです。さあスクット起き上がった高山、怒り爆発、エルボー、三沢のエルボー、またもやエルボー合戦。さあ意識はあるか高山、脇腹へのエルボー、そして三沢のエルボー、重みが違います。全日のため、そして川田のため、そして何としてもファンのためにも今日2試合出場を決めた三沢、逆コーナーに振ったエルボーを警戒しています。右のエルボー、痛みが走っている、あーラリアット、ラリアット、三沢ダウン。今のはちょっと見えない当たりから来ましたね。三沢もですね、自分のエルボーにちょっと過信してたわけですかね、大丈夫という一つの距離を置いてたんでしょうね。原価の方とエルボー、そしてフロントスープレックス、三沢が投げられています。今の後遺症いかがでしょうか、ダメージ、距離を取った、ランニングネックブリカードロップ、ここで片エビ、三沢劣勢です。相当今の衝撃残っているでしょうか。首投げ、こらえた三沢です。見える人には気をつけなければならない、胃の当たり、ストマック命中、そして入りましたね、場外のエスケープ三沢。三沢のこのような姿見たことがありません。ちょうど一番入ってほしくない部分に入ってしまいましたね、しかもランニングでしたからスピードに乗ってましたね、十分体重乗ってましたからね。広島大会で痛めた右の脇腹です。当然この高山を狙っています。またとないチャンス、三沢から金星を挙げるチャンスです。ごめんごめん、さあ場外戦、鉄柵、そしてハイキック、鉄柵の外まで、三沢防戦一方、顎のあたりを
気にしています三沢。ちょっと三沢としては雲行きが、武井さん危なくなってきましたね。先に堂々とリングに戻った高山、一方三沢の姿です。これはリング下、鉄柵のさらに外です。馬場から受け継いだ全日本プロレス三冠戦のない武道館、しかしそこに三沢が打ち出したのは五大シングル戦でした。王道継承はこの五大シングルの成功遺憾にかかっています。まだ戻れません三沢。先ほどの鉄柵でしょうか竹内さん。そうですね、鉄柵攻撃プラスあのキックでしょうね。上手に顎に入ってたようですからね。この顎に入ったあのいわゆるニーリフト膝蹴り、これが響いているようです。顔面への衝撃、これを残したままリングに戻ろうとする三沢。そこに高山が待っていました。容赦なく抱え上げてボディスラム、拳を一つ握った。エプロン場外からニュートラルコーナーのトップに立つ高山。うわー、ミサイルキック、上から突き刺さるミサイルキック。お、ツーカウント。三沢にとってはこの15分、その時間以上に長く感じるでしょう。背中へのキック、そしてロープに飛んだ。あ、ランニングしてのキック、蹴り倒しました。三沢を蹴り倒した。そして一つアピール、ギロチンドロップ。高指、三沢頼む、返してくれ。高山のギロチンには気をつけなければなりませんね。危なかったですね。高山大森組、6月に札幌でアジアタック出し、その後武道館であのギロチンドロップで川田田植組を撃破しました。オフィアベルトは失っても勢いを取れません。バックもあった、ジャーマン高さがあった、ジャーマンスープレックス、そのままホールドカット返した三沢。カウントじゃないかとレフリー和田恭平にアピールする高山。しかし今が攻め時です。高山にとっては今が大チャンス。またとないチャンスは五大シングル戦。レイダー戦を控えた三沢、あジャンピングに片指がっちり入った、ツーカウント。なんとか返しました。三沢を頑張りますね。一つ一つの技、これをクラッチの2で返し続ける三沢。ただ勢いは高山ですからね。エルボー、エルボー合戦、これより3度目。高山もひるみません。ノープリ飛んだ、ハイキック、顔面のハイキック、顎の先端、そしてカウンター、エルボー、三沢のエルボーと、エルボーが速かった。今のハイキックかわしながらでしたね。そうですね、高山の蹴りをかわしてのあのジャンピングエルボーでしたね。いい角度で決まりました。場内が騒然としてきました。1万6300人武道館、エルボーの連発、ロープ飛んでキックかわした、ローリングエルボー後頭部、そしてグラウンド、ここでカバーします。2カウントです。チャンピオンカーニバルはあのローリングエルボーでした。三沢、この高山を沈めたあのチャンピオンカーニバル、ランニングしてのエルボー、そしてタイガードライバーだ、タイガードライバー、高山返すんだ、2カウント。全身の力で起きました。高山、高山燃えています、そして三沢も燃えています。プライドをかけた一戦、ハイキック、カウンター、左右のエルボー、ランニングエルボー、カバー、ランニングエルボー、三沢の肘に王者の魂が宿りました。高山を沈めました。まず今宵一戦、1試合目の高山をマットに沈めました。
王道を守りました。いや、竹内さん、やっぱり最後はこの三沢のエルボーでした。三沢は本当によく頑張ったんですけどもね、ただスタミナ的にはですね、まあ、80% のスタミナを使ってしまったことがちょっと心配です ね。しかもタイムがですね、18分と11秒かかりました。ちょっと長かったですね。この後三沢ベイダー戦が控えています。から打ち出した新企画ドライシングル戦、まずその三沢今宵第一戦高山を沈めました。から10年となった今年、インディーマットで頂点に立った男はその飽くなき向上心を当然のごとくメジャーマットにぶつけてまいりました。2年前の小橋との初遭遇で強いインスピレーションを受け、去年のドームでその感触をつかんだ男は迷うことなく全日本の道を選びました。この2年間頭の中には小橋しかいなかったと話すグラジエーター。本格初参戦の今シーズンはむしろ怖いくらいの静寂を保っています。さあ、熱き心は海をも越えました。ザ・グラジエーター。デビューから休む間もなく走り続ける男、小橋健太。常に全日マットをリードしてきた男は三冠も世界タッグも栄冠と呼ばれるものは全て手にしてきました。しかし小橋の歴史を紐解いた時、忘れてはならないのが強豪外国人との遭遇です。エースと出世争いをしてウィリアムスとの勝負は小橋に四天王の座を与えました。そして今年はベイダーとの歴史を揺るがす一騎打ち。ベルトも構想もイデオロギーをも超越した二人だけの世界を、さあ今宵のマットで見せつけることができるんでありましょうか。小橋健太がザ・ザ・グラジエーターの前に立ちました。ファン投票1176票、シングルマッチ6人分一本勝負を行います。ラウンドは275ポイント、ザ・グラジエーター。全てはこの日のためにザ・グラジエーター。ラガコが燃えたぎる熱き心、小橋健太。ついにこの2人が1対1で対角線に並びました。小橋を見つめますグラジエーター、グラジエーターを見つめます小橋健太です。192センチ130キロ、全日マット本格初参戦のザ・グラジエーター。対するは小橋健太。 OK、 ゴー。歴史の1ページがまた開きました。5大シングルマッチ60分日本勝負、小橋健太対ザ・グラジエーターです。すでに大量の汗をかいているグラジエーター、今合流が組み合いました。パワーで小橋を押し込んでいきますザ・グラジエーターです。ニュートラルコーナーを背にしている小橋。レフェリー西田が2人をさばきます。放送の解説は週刊ゴング竹内浩介さんです。竹内さん、はい、いよいよこの2人のシングルですね。世紀末のですね、20世紀最後の夢カードですね。はい、192センチ130キロのグラジエーター、
一方の小橋健太が187センチ118キロです。まさに日米を代表するこのプロレスラーらしいプロレスラー、果たして剛腕を見せつけることができるが小橋、それを止めることができるのがグラジエーター。さあスタンディングのヘッドロック、グラジエーターが小橋をロープに振った、帰ってくるぞ、ショルダータックル相打ちだ、もう一度止めとグラジエーターが声を出す、ハイキックです。今度はグラジがロープに飛んでショルダータックル、これもまだまだです。今度はグラジ逆進兵、さあ今度は足ショルダータックル、今度はロープ飛んだ、ボディアタック、対空時間が長い、カウントワンは小橋、ラリアット、小橋より先にラリアットのグラジエーター、小橋を場外、小橋を場外、グラジエーターは飛ぶか、いやセカンドロープをまたいで場外です。小橋を鉄柵の振るところ小橋が振り返しました。さあそしてまたもう一度鉄柵、中央のうちにリングだけではありません、今度は3回目の鉄柵。竹内さん、これだけ最初から飛ばす展開というのはどうですか、予想できましたか。スタートグラディエーターも飛ばしてましたけどね、小橋も気合い十分ですね。そうですね、6月11日の武道館で三沢との三冠戦、鼻の骨を折るアクシデントがありました。ただその後のシリーズはフル参戦、そしてその鼻も今シリーズはしっかりと治ってきております。ですから小橋にとっても万全の体制でグラジエーターとの対戦ができる体制になってますね。そうですね、コンディション的には心配ないですね。そうですね、そして全日マット本格初参戦のザ・グラジエーターです。エプロンでの攻防です。さあトップロープを挟んで小橋、グラジエーターを担ぎ上げるか、グラジエーターこらえます。さあ小橋あるか、小橋あるか、いや止まりました、緊張感のあるエプロンの攻防です。おっとここで小橋がロープ飲んだ、ロープ飲んだ、ショルダータックル、トップロープを越えた、まさに正面からのぶつかり合い、ギロチンドロップです。このザ・グラジエーターが日本初登場は90年の9月です。10年近くにわたってインディーマットでトップを張ってまいりました。そして去年の5月1日全日のこの東京ドーム大会で初登場、今シリーズが初本格参戦になります。さあリング中をもう一度ブレンバスターの攻防の中、小橋が脇腹にパンチを入れて、さあタイトを掴んだ、抱え上げた、上げた、グラジエーターを上げた、130キロが真っ逆さまだ、渡した、ブレインバスターをリングの中央で落としました小橋、カウント1です。いや先ほどから竹内さん、カウント1ずつで返してますね。そうですね、これがお互いの意地の張り合いなんですね。そうですね、今小橋がこのグラジエーターにブレインバスターを見せました。そういえば今年の1月15日横浜で行われたベイダーとの一戦でも小橋はブレインバスターを攻略して、文字通りしっかりとブレインバスターを打ってみせました。さあこの逆水平チョップに対してグラジエーターが声を出して、もっとかかってこいという頑張りの表情です。連発、しかしグラジエーターの目は死んでいません。対角線にグラジエーターを振った、ジャンピングに的確にヒットしています。さあこの対戦がおーと低いショルダータックルです。竹内さん、小橋もやはりそのいつもと違う動きというものを意識してますかね。そんな感じがしますね、まあ、相手の手の内が読めないだけにですね、ちょっとやっぱりそのトリッキーな攻撃を仕掛けてみないとですね、相手の手の内が読みにくい部分がありますからね。このサマーアクションシリーズ数は比較短いシリーズだったんですけれども、どうでしょう、小橋はグラジエーターの動きをじっくり読めたんでしょうかね。十分には把握できなかったんじゃないですかね。そうですかね。一方のグラジエーターはこの全日マット本格初参戦になりますが、この小橋の試合を中心にアメリカでもビデオを取り寄せて研究していたそうです。去年の9月28日の FMW 山形大会で左の足首を骨折したグラジエーターです。およそ11ヶ月の休養を経てこの全日本のマットで本格復帰を果たしました。グラウンドのこのサーフボードの体勢の小橋です。今度はスタンディング、膝を立てましたグラジエーターです。
192cm、130kg のグラジエーター。パワーではどう見てもグラジエーターの方に分がありそうですが、日本を代表するパワーファイターの一人、小橋健太。この小橋が 187cm、118kg です。この2人の上腕の筋肉は素晴らしいですね。そうですね、特にまたこのグラジエーターの肩のあたりの筋肉も素晴らしいものがあります。いや、小橋がまた今このグラジエーターの反撃を耐えましたね。切り返しましたね、この躍動感ですよね。そうですね、やはりこのパワーファイター同士ならではの攻防が今リングの中で行われています。グラジエーターがどうやら持っていきそうです。返しそうです。おっと、1回転。さあ今度はスタンディングのヘッドロックでグラジエーターが小橋をロープに飛ばせません。小橋が踏ん張っています。そういえばそのベイダーとの一戦の時も小橋はそうだったんですが、比較的オーソドックスな古典的な技にこだわりを持っていましたよね。ヘッドロックにしてもね、これ本当長時間攻めればね、非常に有効な技になってきますからね。逃げも隠れもできない1対1シングルマッチの60分日本勝負です。2年間にもわたって両雄が思い続けたこの一戦、今宵日本武道館のマットの上で行われています。グラウンドのヘッドロックの体勢です。スタンディングのヘッドロックからグラウンド、やはりこのヘッドロックもその効果があるということを小橋もしっかりと察知しているようであります。さあ徐々にグラジエーターが体勢を戻しました。脇腹にパンチを入れて、今度は小橋がエルボーです。まだ大きな技というものはありません。おっと、パワースラム投げた。場内が一瞬静まり返りました。何とも言えない緊張感に包まれている武道館です。ドロップキック、小橋が場外です。いや、小橋はもう一回立ち上がって、おっとパンチを振り下ろしました。鉄柵を背にしている小橋、ね、距離を上がっています。距離を上がっているグラジエーター、武道館どうかノータッチ、トペついに出しました、グラジエーター。トップロープに触ることなく飛びました、グラジエーター。ノータッチトペを敢行しました、ザ・グラジエーター。さあ、そして首振りを取っています。エプロンも警戒しているザ・グラジエーター。まだ小橋は立ち上がることができません。最終戦で温存してきたノータッチトペを披露しましたザ・グラジエーターです。さあ、場外マットの上、これはパワーボールの体勢、あっ3本も打ってくるのか、場外で、これはさすがに小橋は耐えます。もう一回か、もう一回か、輝いた場外で落とした、場外アッサンボム。小橋の表情が朦朧としてまいりました。ここに来てグラジエーターが打てる技を出してきましたね。まず一発目を決めましたね、ノータッチトペ、そしてアッサムゴム、スーパーアッサムゴム、あるいは神風アッサムゴム、こういう恐ろしい技がこのグラジエーターにも残っています。まだ小橋が上位、先ほどのダメージが相当残っています。ベイダーとの一連の交渉がありました。結局そのベイダーになかなか勝てることのできない小橋、ベイダーと並ぶべくまた凄まじい敵がこの全日マット小橋の前に立ちはだかっています。天井カメラから今リングの中をご覧いただいておりますが、まだ小橋がリングに上がることができません。やはりこのアッサムボムのダメージは相当に残っているようです。今ようやく、あと、いや、立てません。いや、高橋さん、このダメージ効いてますね。心配で、あ、今レフトを吹き飛ばして、もう一度狙おうというところなんでしょうか。先ほどのアッサンボム場外、もう一回狙ってくるのか。今タイツを掴んで、あ、どうやらこれはリングの中に戻します。さあ、ここで一気かせに攻めるか、グラジエーター。トップロープを掴んで飛んだ、休む間を与えません、グラジエーター。危ない、小橋危ない。勝負タイムがもうすでに10分を経過しています。60分の一本勝負、グラジエーターの一方的なペースに染まりつつあります。さあ、リングの中で打つか、ロープが近い、小橋が逃げます。小橋がなんとか逃れました。ただ小橋が
こんなに苦しんで立ち上がれない小橋の姿というのはちょっと竹内さん最近ではないですかね。ないですね。かなり攻め込まれてますよね。この場外で見せたアッサムゴムのダメージというものがやはりこの我々の想像をはるかに超えるものがあるようです。そしてグラジエーターが今度はキャメルクラッチです。先ほどのヘッドロックの攻防もありました。ショルダータックルあるいは力比べ、今度グラジエーターが見せたのがキャメルクラッチ。オーソドックスな技をこの小橋に見せていきます。グラジエーターです。もう一回小橋を場外です。小橋が背を向けています。小橋が逃げています。すぐにつけます。休む間を与えられません。小橋今度はリングの角にぶつけられました。うわ、この荒っぽい攻撃です。やっぱりグラジエーターのインディーが長いせいで、ね、場外乱闘は非常に長けてますよね。なるほど。このリング以外のところの使い方もグラジエーターは小橋に比べたら一日の長と申しましょうか。小橋にとっては意表をつく流れなんでしょうね。まあ、小橋の場合あまり全員で場外乱闘って最近本当になくなりましたからね。そうですからね。さあ痛めつけるだけ痛めつけて、今度はグラジエーターがニュートラルコーナーのトップに立ちます。リングの中に小橋、小橋がこちら向いた。あーラリアット、殴りつけるかのようなラリアット、カバーに入ります。2カウント、一方的なグラジエーターフェース。さあ今度はもう一度キャメルクラッチの体勢です。オーソドックスな技の流れというのはいかがですか。なんか先ほどからそう割と重点的に腰を攻めてますよね。そうなんですね。この辺の狙いが何なのかですね。まあ、単純に考えますとその小橋の剛腕ラリアットを封じる腕攻めがあるのかなですとか大技ラッシュがあるのかなと思ったんですが、意外な展開になりつつあります。リングの中央です。ご覧のように四方を見回しましてもどの位置からでもロープが遠いところ、痛めつけるだけこの小橋の腰に照準を絞っています。日本初登場から10年を数えようというグラジエーター、その一つの節目に迎えた小橋健太との一戦です。腰のあたりにエルボーを打ちますグラジエーターです。さあ今度はニュートラルコーナーだ。おっとラリアットをかわしてバックに回ったのは小橋だ。小橋がバックに回ってバックドロップ、ただ腰のダメージが響いています。小橋十分な反りで投げることはできませんでした。1月15日横浜でベイダーと初シングル、そして5月2日のドームではザ・ロードウォーリアーズとの対戦もありました。外国人選手との熱き戦いを演じてきている小橋健太です。チンシンク川塚から川津落としです。まさにベイダーとの一戦は魂と肉体とのぶつかり合い、このグラジエーター戦でも同じことが言えそうです。共通項はまさに魂と肉体とのぶつかり合い。ベルトはかかっていません。分断構想もありません。ただ熱き心を持った者同士が見せるこの1対1のシングルマッチです。バックに待った、バックに待って投げられません。今度はグラジエーター、今度はグラジエーター、ジャーマン投げ捨て、ジャーマン投げ捨て、常に小橋の一歩先を行きますグラジエーター。一目にかかるか、今握り拳、小橋のお株を奪う握り拳を見せましたグラジエーター。さあ抱えて前に落とします。リングの中央に小橋が大の字、そして今度はあのボディープレスが出るんでありましょうか。非常に距離は遠いところ、ニュートラルコーナーのトップにいたグラジエーターが立とうというところ、小橋は立ち上がれない。グラジが、グラジが、グラジが飛ぶか、両手を広げた、グラジが飛んだ。武道館がため息に包まれています。あの距離を飛ぶんですからね。15分の経過です。この15分のうち13分はグラジエーターが一方的な攻め、持てる力を存分に発揮しているグラジエーター。アッサムももさめけんでますね。そうですね、もうこれで決めにかかっています。さあポジショニングは十分ですが、小橋がローリングの風にかわした、かわした。さあアッサムボムに持ってきた、抱え上げた、アッサムボムに休め、どうだ、小橋返せるか、返した。
た小橋、リングの中央で見せた3度目。さあ場内からは神風を望む声も聞こえました。そして今度は場内万来の小橋コールです。徐々にグラジエーターがコーナーを背にしています。掲げた、さあおっと小橋を逃げた、引っ込みすでバックに渡ったジャーマン、まずはジャーマンです。ただ小橋は立ち上がれません。小橋のステップアップには常に強い外国人レスラーの存在がありました。ウィリアムスとの三冠戦では四天王の仲間入りを果たしました。そして今年はベイダーとの魂と肉体のぶつかり合い、今宵のグラジエーター戦はどんなぶつかり合いになるのか。ラリアットをかわした、背後に回ったフルネルソンスープレックスホールド、うわーっとグラジエーターは返しました。ちょっと小橋の出す技がいずれも完全な形にはなっておりません。ボディスラム、この位置はムーンサルトがきます。握った小橋、さあコーナーのトップに立ったムーンサルト、スープレックス返します。グラジエーター、ムーンサルトプレスを返したグラジエーター、その大きな目がむき出しになっております。小橋がまたしても握ったラリアットですかね。さあ、キレを取っています。右腕、あとカット、もう一回飛んだ、あとタックルだ、ショルダータックルを見せました。やはりこの小橋のラリアット、その出る瞬間がよく分かっています。グラジエーター、こんなに困っている小橋も久しぶりです。さあ、キレ取った、いい当たりを見せました。さあまたコーナーを背にしているぞ、抱えた、さあスーパーサンボム、小橋の目が開くか、カバーに入った、小橋返せるか、返したスーパーサンボムを切り返しました。今度はですね、コーナーを指差しています。グラジエーター、アッサムボムの3番活用、最後はコーナーからの神風アッサムボムが出るのか。コーナーに据え付けた、そしてグラジエーターがコーナーに一歩一歩上がります。まさに小橋にとっては地獄への階段、神風が今宵の日本武道館に吹くのか。小橋が何とかカットできるか。さあ今度は小橋が切り捨てる逆転、なだれ式のブレインバスターの体勢だ。いやグラジも返した、あーっと、さあトップラを向くった、武道館に神風が、あーっと、投げられません。さあここから行く、あー切り返した、小橋切り返した。さあラリアット、完璧に入った、スリーカット、一瞬の隙を見逃しませんでした小橋。強烈なラリアットがこのグラジエーターの喉元に突き刺さりました。神風は吹きませんでした日本武道館、そして絶好絶好のラリアット小橋蹴った。熱き魂をその右腕で打ち砕きました小橋健太。福士さん、もう最後の最後の一瞬チャンスでしたね。最後はグラジではなくですね、小橋の右腕に神風が吹きましたね。そうでしたね。19分9秒、あの強烈な右腕がグラジエーターの首にぐさりと突き刺さりました。5大シングルマッチ、小橋健太対ザ・グラジエーター、その第一章となる今日の一戦、まずは小橋がラリアットでグラジエーターの息の根を止めました。ただそのグラジエーターの勢い、そのパワー、存在感は小橋にとっては今後脅威になりますね。これだけ苦しみられた相手ですからね。そうですね、今苦しみながらも勝利の雄たけびを上げようという小橋健太です。両雄がコーナーに分かれて今視線が合いました。2人のやり取りはまさに再戦を誓い合う、がっちりと握手、
はり熱い心は海をも越えました。陵侑が再戦を誓う握手でこの試合は幕を下ろそうとしております。19分9秒小橋が剛腕ラリアットでグラジエーターをマットに沈めました。自動車保険の更新ハガキが届いたんだけど、通販型もいいかなって。保険料は条件によって異なりますが、対人対物は無制限。人身障害と車両保険をつけてもこの価格です。年間走行距離が5000キロ以下でしたらこの価格に、さらに車両保険なしの場合この価格になります。いいね。事故も起こしてないのに保険料があまり変わらなくて、通販型もいいかなって。車両保険もつけてこの価格になります。さらにゴールド免許でしたらこの価格に。でも何かあった時はご安心ください。チューリヒは事故対応でも高い評価をいただいています。しかもロードサービスは業界最高レベルです。通販型でも安心ね。ケア、いつもあなたのことを。お気軽にお電話ください。お見積もりはもちろん無料。フリーダイヤル 551-993。 バイク保険もチューリッヒ。今世紀最後の最強外国人ですが、世紀末全日マットに上陸した皇帝選手、対決相手が川田から三沢に変わろうともその表情は変わりません。ベイダーです。ベイダーの対三沢戦、過去2度あります。この春 3.28 名古屋大会チャンピオンカーニバル10分52秒、そして 5.2 東京ドーム18分07秒、共にこのベイダーは三沢のエルボーに屈しました。対三沢戦2連敗のベイダー、しかし今宵2試合目となる三沢を相手にするということはベイダーにとっては最大のチャンス。勝敗は言うまでもなく、その強さ、勝ち方、そして勝負タイムにまでこだわってくるかもしれません。その姿を表しましたベイダー、皇帝戦士ベイダー、ゆっくりとその巨体を表しました。日本武道館に登場。万全の体勢で控えていたでしょうベイダー。99サマーアクションシリーズ2日本武道館ドライシングルマッチ、まずベイダーが現れました。2度目のスパルタンエックス、レスラー三沢光晴最大の試練、対ベイダー戦。しかもこれが三沢は8試合目。20年代の戦友川田俊明の怪我による戦列離脱、先輩として、社長として、レスラーとして川田の代わりにベイダーに挑む。赤コーナーに続くこの花道はかつて馬場が歩んだ王道です。社長に就任して4ヶ月、自ら企画したグライシングルマッチ、王道継承はこの成功にかかっていました。そんな矢先の川田の欠場、川田の代わりにベイダーに挑みます。三沢リングイン。ファン投票1424票シングルマッチ60分一本勝負を行います。ラオコーナー375ポイント、ベイダー襲いかかる皇帝選手ベイダー。ラガコーナー255ポイント、三沢光晴。全日本プロレスの未来はこの一戦にあり。三沢光晴、三沢対ベイダー。さあ解説の竹内さん、はい、三沢はこの試合の前に高山との一戦18分11秒戦っています。しかも1試合のインターバルしかなかったわけですからね。これはもうはっきり言ってスタミナ的にはですね、全く不利なんですよね。ただ三沢に頑張ってもらうしかないですよね。はい、全日の未来がこの三沢にかかっています。
相手はベイダー。無情にもゴングが鳴りました。伊沢今宵2試合目対ベイダー戦です。十分な体勢で控えていたベイダー、そして2試合目の三沢光晴、しかし全日のため、川田のため、そして何といってもファンのため戦わなければならない。離れますベイダー。さあこの三沢対ベイダー、過去対戦は2回あります。まずチャンピオンカーニバル名古屋大会 3.28 10分52秒、そして 5.2 東京ドーム18分07秒、ともに三沢のエルボーでベイダーを沈めています。さあまずはラッシュ、ベイダーハンマー、ロープニアに追い込んでのベイダーハンマー、あーっと崩れた。先ほどの高山戦でも打撃技食らってちょっとクラクラする場面がありましたが、三沢のダメージどのくらい残っているか。ベイダーアタック、ベイダーとしては竹内さん、チャンスですね。まあ先ほどの高山と比べるとね、一発一発の本当に重さが違いますよね、はい、そして喉元に、そしてベイダーハンマーです。逃げ場のないコーナー、連発していくベイダー、下から突き上げるようなベイダーアタック。先ほどとの高山の試合18分11秒ランニングエルボーでまず1試合目勝利を収めました三沢。さあ逆のコーナー、ベイダーアタック、今宵2発目、序盤からラッシュをかけるベイダー、序盤だー、ローテンから落ちた。三沢1回転、先に立ち上がったベイダービッグバンクラッシュ、余裕の表情のベイダー、距離を測った、もう1回行くか、ビッグバンクラッシュ、秒殺か、返してくれました三沢。当初このベイダーの対戦相手は川田でした。しかし川田の怪我による欠場、そこで三沢が下した決断は自らが2試合に出場するという過酷なものでした。武井さん、このあたりも三沢並々ならぬ思いがあるでしょうね。まあ周囲からはね、若手にそのチャンスをという声もあったんですけど、ね、あえて三沢はこの試練に自分が立ったわけですよね、さあそしてリングの中央、パワームーブの体勢です。抱え上げた、高い、落とした、投げっぱなし、カバーにまだ行きません、ロープに飛んでビッグバンクラッシュ連発、片指がっちり入っている、返しました。しかし先ほどの高山戦から続いてこう見てますと、三沢が返すタイミング、これは小橋ですね。小橋、花道の奥から見つめる小橋です。そうです、この小橋も名乗りを上げたわけですよね、このベイダー戦。そうですよね、ドラゴンスリーパーの体勢です。自らを背水の陣に追い込みました三沢。川田の欠場、足利高大附属高校レスリング部以来20年来の盟友です。フェイスロックの体勢、いつもこの三沢のそばには川田の姿がありました。高校から三沢を追うように全日入団の川田、2人は超世代というタッグとして活躍した時代もありました。そして全日初の東京ドーム大会98年 5.1 メインを飾ったのもこの三沢と川田でした。三沢がリングの下にエスケープです。リングの中で待ち受けるベイダー、やはり相当苦しそうですね。三沢あばらのあたりをやっぱ抑えてますよね。 8.25 の広島大会、高山の膝蹴りで右の脇腹を痛めています。さあそして傑作、おっと跳ね返した、返したところにベイダーアタックが待っていました。リングの下で動きを止められた三沢、ファンが、そして今病室にいるでしょう川田が後押ししています。リングに戻されました。1日に2試合、三沢光晴、川田の欠場は全日にとって危機であります。ベイダーアタック、ベイダーハンマー、バックスイングからのベイダーハンマー、タフな三沢とはいえ
ダメージが蓄積されています。5分経過しました。三沢対ベイダー、三沢は今宵2試合目、抱え上げた、かわした、エルボー、三沢のエルボースピンキック、かわされた、ベイダーハンマーかわしている、スピンキック捉えた、アノリキック、立ち上がった三沢、バックマットぞ、バックドロップ、170キロのベイダーを投げた、息を吹き返したか三沢、攻め込むならここですね、チャンスですか。波に乗り始めた三沢です。そして馬乗り、あ、これはあの交点に東京ドームを思い出させる馬乗り、エルボー、あの交点に東京ドームもこの三沢のエルボーでした。過去このベイダー戦は2連勝の三沢、しかし今日のベイダー戦は意味が違います。ここでカバー、カウント2で返すベイダーです。逆にこのベイダーとしては三沢のエルボーは十分に警戒しているでしょうね。当然警戒してますね。3連敗は免れなければなりません。ベイダー、ベイダータック正面に受けた、そしてベイダーアッパーですね、下から来ましたね、あ、そして4発目ですよ、ビッグバンクラッシュ。三沢意識はあるか、あ、そしてこれはこのコーナーということは背を向けた、ムーンサルトだ、日本武道館、三沢大ピンチ、リバーススプラッシュの体勢、セカンドロープから三沢返せるか、返した、レイダーの技をことごとく正面から受けている三沢。三沢は過去チャンピオンカーニバルで1日に2試合経験しています。あー、ドドは高さがありました。ビッグバンクラッシュ5発目返した、先ほど高山と18分以上の試合を戦った三沢、体力がない分気力でカバー、これは高さがある、パワーバム投げ捨て体重を乗せた、三沢敗れました。部長にも3つのゴングが聞こえました。ベイダー三沢戦初勝利は 9.4 日本武道館、ベイダーの勝利、三沢が動けません。自らを過酷な状況に追い込んだ三沢、7分と21秒、竹内さん、これはどう分析されますか。確かにね、三沢にはスタミナ的な難点はありましたけどね、ベイダーの攻撃はですね、やっぱりその右の脇腹をですね、もう非常に効果的にあってうまい、やっぱ作戦を立てましたよね。欠場した川田の代わりにこのベイダー戦のリングに上がった三沢、敗れました。7分と21秒、三沢力尽きました。堂々と控えに戻るベイダーです。1日に2試合強行出場を決めたこの三沢、しかしこの三沢の気持ち、意志というのはファンに伝わりましたね。それとですね、やっぱりこの借りは今度3冠をですね、やっぱりベイダーの挑戦を受けて返すしかないですよね。そうです、そうです、現在3本のベルトを持っているのがこの三沢です。同点に東京ドームから奪い取ったベルト、次はベイダーが3冠挑戦者として乗り込んでくることでしょう。日本テレビの全日本プロレス中継30、この試合の模様は東京日本武道館よりお送りしています。
1992年に入門してから満7年、ついにこの男が武道館のメインを張る瞬間がやってまいりました。高山とのコンビで世界タッグを奪った勢いは、このファンの大歓声が本物と証明しています。この戦いが21世紀のメインになるか、それは大堀にかかっています。秋山の背中を追うことから始まった大堀のプロレス人生が今まさにクライマックスを迎えようとしております。大堀がリングに立ちました。秋山純の歩んだ7年間を人はエリート街道と呼び続けました。しかしこれほどまでに反骨心が強く、これほどまでに分厚い壁を破ってきた男はいません。自らが前に進むことしか考えていなかった秋山純、その男の視界の片隅に今ようやく大堀の姿が映るようになってまいりました。感傷に浸るつもりは毛頭ありません。同期といえでも受けて立つ92年、同期の2人が武道館のメインでシーンを決する瞬間、まさにその時が訪れようとしております。ブルーの秋山、静かな佇まい、今大森が詰め寄ります。大森は流行る気持ちを抑えることができません。恐れを忘れた男、大森高雄。裏がコーナー250ポンド秋山純。情けを忘れた男、秋山純。99サマーアクションシリーズ2最終日本武道館5大シングルマッチの堂々メインを飾るのは秋山純対大森高雄。92年入門同士の同期対決になります。秋山が手を差し伸べて大堀がそれに応えました。60分日本勝負、同期対決、武道館のメインを張ります。静かな佇まいの秋山、その秋山を軸にして周りを回る大堀です。スタンディングヘッドロックは秋山、大森が飛ばした。シングルアタックルは相打ちです。大森が声を上げたところ、秋山がエルボーを打った。さあ自らに数を入れた大森、エルボースマッシュ、エルボーにはエルボーでお返しだ。エルボースマッシュ3連発、秋山の足元がふらつきました。さあ6本だ、ジャンピングニューをかわした、かわした、ドロップキックは相打ち、ショルダーアタックル大森だ。秋山が今距離を取りました。大森に勢いがつきました。放送の解説は週刊ゴング竹内康介さんです。竹内さん、はい、この2人が武道館でシングルでメインを張る、そういう時代が来ました。実はですね、やっぱ秋山のライバルというとね、我々はずっと小橋を考えてたわけですよね。そうですね。ところがその後ろを見たらね、大森というとんでもないライバルがいたわけですよね。実は迫ってきていたわけですね。秋山は常に上を見続けてきた男です。小橋をチームのパートナーでありながらライバルとして見続けてまいりました。一方の大森が高山とのコンビで世界タッグを取るなど、まさにその勢いがプロに入ってから今一番のものになっております。じっくりと2人が感触を確かめるかのように中央で手4つの対戦になります。188センチは両雄ともに同じ、体重が秋山108キロ、大森が110キロ、大森の方が2キロ体重では上回っています。秋山が1969年10月9日大阪府和泉市出身の29歳、一方の大森が同じ年の10月16日東京都世田谷区出身の29歳です。大森が秋山よりも1週間後に生まれたということになります。92年に共に全日本プロレスの門を叩きました。共に大学卒業と同時にこの全日本に入ってきたわけですが、秋山の場合はまあ、ジャイアント馬場さんが立ち会っての非常に派手な入団発表、一方の大森はまさに門を叩くという形になりました。ですから竹内さん、はい、その入門当時から比べてみましても、その差というものがかなりはっきりありましたね。それだけにやっぱり大森は常にやっぱり秋山の背中を見せたわけですよね。そうですね、まさに鳴り物入りで入団したのが秋山純、専修大学レスリング部でキャプテンとして活躍しました。一方の大森がアメフトで活躍、城西大学でした。
デビュー戦が秋山が9月17日ドラゴンボールの小橋、そして一方の朝子が同じ年の10月16日福島会津体育館の朝子戦でした。生まれたのが1週間遅れた大森、そして入門は一緒ながらもデビュー戦は秋山よりも1ヶ月遅れました。その1日の遅れというものが徐々にこの両雄の力の差というものを生んでまいりました。2人でアジアタックのベルト連続12回防衛という金字塔を打ち立てましたが、先に世界タッグを取ったのも3冠に挑戦したのも秋山でした。それを追うかのようにこのところ勢いをつけている大森。さあコーナーからはタッグパートナーの高山が見つめています。この大森は高山というパートナーを得てアジアタッグ、そして世界タッグとタッグのベルトを獲得してまいりました。先日の広島大会で三沢小川組に敗れはしたものの、やはりこの全日マット現在の台風の目は何といってもオフィア大森高山組ということが言えそうです。立ち上がりは派手な展開にもなりましたが、今じっくりとグラウンドで秋山が大森の左腕を攻め込んでいるところ、今度は足を取った大森です。腕を取ろうという秋山、そしてコーナーからまだあまり大きな声は出しておりません、静かに戦況を見つめている高山義弘です。竹内さん、やはりこの少し落ち着いてじっくりと試合をしていこうという感じなんでしょうか。秋山としてはそういう狙いでしょうけどね、大森としてはなんとか引き回して攻めていきたいところでしょうね。我々のイメージとしては追いかける大森が立ち上がりから一気稼いに行くのかなとも思ったんですけどね、意外とその静かな大外から展開ですね。そうですね、今腕を取られていた大森がそのまま秋山をカバーに行こうというところ、これを返したのが秋山です。秋山のプロフィールで見ますと95年1月に、大森とのコンビで第62代のアジアタックチャンピオンになりました。96年5月には三沢とのコンビで世界タックを奪っています。世界タックという一つの基準を設けるとすれば、この秋山と大森には3年間の差があるわけであります。3年先を言っていた秋山、そしてそれを追いかける大森です。共に今年30歳みそじを迎える秋山と大森です。プロレスキャリアが満7年となっています。静かな立ち上がりが5分経過しています。平川さんね、去年の1月でしたかね、アスナの育成そのタッグリーグ戦というのがありましたね。ありましたね。まあ四天王はですね、それぞれやっぱりその若い選手をパートナーに、まあ、あのリーグ戦を勝ち抜いたわけですけども、この秋山この大森をパートナーにしたわけですよね。はい、そうです、ね、このあたりやっぱりね、大森にとってはね、やっぱり屈辱だと思うんですよ。なるほど。みんなやっぱり四天王が若い選手をですね、パートナーにして、中で自分がやっぱ秋山のパートナーという立場になったということ ですね、うん、やっぱりあのあたりからね、大森の発言が非常にやっぱり秋山を意識するようになってきましたね。秋山にしてみれば意識はないかもしれないんだけれども、どうしてもその大森は自分よりも一つ下、そうですね、見てるんでしょうかね。ですから、まあ、確かにそのアスファルト育成タッグリーグ戦でこのチームが優勝しましたけど、はい、あの後の大森のコメントにね、これからは秋山さんを抱えていくと、うん、負けてもいいからね、とにかく近づいていくんだっていうコメントにね、なんか今日の一つの大森の気合を感じますね。今この技もなかなか話しません。秋山ロープブレイクなんですが、非常に攻め込んでいる大森です。アジアタックは12回連続防衛の後発展的解消を果たしました。ただその後も大森は苦しみました。大森の苦しみの象徴ということを一つ考えますと、まあ、デビュー当初から今は黒のショートダイですが、ヒョウ柄のものを履いてみたり、髪の毛を短く刈ってみたり、ひげを生やしてみたり、さまざまなことで大森はあれね、いろんなことをして自らを鼓舞しようとする動きがありましたね。まあ、この体だけにね、みんなやっぱ周囲は期待してたわけですよね。ただ今一つどうしてもその波に乗り切れなかった部分がありましたね。大森本人には酷なことかもしれませんが、一時期はその大森の不甲斐なさにちょっと会場からはブーイングなんていうところもありましたか、ね、ありましたね。188センチ110キロ、この素晴らしい体格を持て余し気味だった大森、ただそれは完全に今は一皮も二皮も抜けています。ですからこのファン投票で選ばれた秋山対大森第1位というのは、この2人にとっては本当にこれは喜ぶべきことですね。やっぱりファンの期待がそんだけ高まっているわけですからね、これはプラス大森への期待でもあるわけですよね。そういうことですね。さあまた大森がこのロックを離しません。大森の表情に徐々に迫力が増してまいりました。さあ自らを鼓舞するかのようにレフェリーの和田恭平に突っかかっていきます。さあ秋山エルボーエルボースマッシュ
立ち上がっていきます。さあ今度は秋山が濃いと声をかけた。エルボースマッシュがもう連発で打ち込まれていきます。エルボーの打ち合い。さあ今度は秋山が大森のロープに飛ばした。ジャンピングでヒット、大森場外。クールな秋山が一つこれは火がつきました。先ほどからの必要な腕攻め、ジャンピングに一発で大森を場外に吹っ飛ばしています。92年の春に共に入団した秋山と大森です。ジャンピングにもう一度大森を場外です。ただこれまでの2人の対戦成績を見ますと、シングルマッチで秋山は大森に負けたことがありません。さあ秋山飛ぶか、秋山飛びましたか、回してアクソンバー、アクソンバー場外にヒット、アクソンバー場外で秋山にヒット、完全に不意をつかれましたね。そうでしたね。でもある面これは大森もこの瞬間を狙っていたかもしれません。完璧な形のアックスボンバーでした。大森の成長の一つにこのアックスボンバーがあります。アックスボンバーをフィニッシュホールドとして使い始めてから、一つのこだわりを持った大森がステップのきっかけを作っています。場外でまだ秋山が伸びたままです。これはちょっと秋山はまさに出鼻をくじかれる体勢になりました。最近のこの大森のアクスボンバー見てますね。だって前世紀だったハルク・モーガンのアクスボンバーにですね、いや近いやっぱり角度はマクサーしてきましたよね。あ、その独特の角度がありましたからね。三冠戦のラリアットから続いている一連のラリアットとは一線を画すのがこのアックスボンバーです。さあそのアックスボンバーをまず一発ヒットさせました大森です。エプロン、トップロープを挟んでの攻防。エプロンです。エプロンに両雄です。大森が何かを仕掛けようとしています。大森が諦めた、あーと、あーと、 DDT ですね。 DDT エプロン、うわー、この表情の秋山、秋山の動き完全に止まってしまいました。今のはもう落とす落差が2倍ですからね。そうですね、大森がその自らの体重にまさに重力も加わっての DDT でした。大森大きなチャンス、そして鍵を握りました。一連のこの攻防です。場外で試合の流れを引き寄せた大森、膝を顔面に当てます。大森です。同い年、そして同じ年に入門したこの2人ではありますが、やはりこれまでのそれまでの実績、そして少し早く入った秋山、大森はこれまでずっとさん付けでこの秋山のことを呼び続けています。入門した当初、合宿所でちゃんこ鍋を食べるときにも先に食べるのは秋山でした。大森はその秋山が食べ終わるのをずっと待っていたそうです。同期とはいえその差ははっきりと分かれていたこれまでの秋山と大森、ただその差は1歩も2歩も3歩も縮まってきています。一転して今度はまた秋山のスタミナを奪おうというところ、秋山の表情が徐々に徐々に険しくなってまいりました。気になることなんだ、ほらアックスボンバーが先ほど秋山の喉元にヒット、今度は首に攻撃の的を絞った模様です。エルボースマッシュ、エルボースマッシュもこのところの大森はまさに迫力を増してまいりました。ブレインバスターの体勢、抱え上げた、バックに回った秋山、 DDT 額から落ちました。いや、秋山の動きがことごとく封じられています。大森がいいペースです。大森がいい形で試合を進めてスパイルドライバー、ドリルアホールパイルドライバーです。パワーボムではありません。でまたオーソドックスな技を見せました大森です。抱え上げてボディースラムです。今度はニュートラルコーナーのトップに大森が当たるというところ、ダイビングエルボー、おっとストマックの後、今度、ああ、秋山、嬉しい逆十字だ。大森の右をピーンと伸ばしました。
スボンバー封じか。さあこれで秋山は当然すぐにはほどきません。先ほどの一件があります。伸ばすだけ伸ばしきった秋山。コーナーの対角線からは高山が心配そうにこの大森の右腕を見つめていました。2人でアジアタックの12回連続防衛も果たしました。ただお互いが進む道を分けた時に秋山と大森の本当の意味でのライバル関係が始まりました。現在は共に無冠の秋山と大森です。さあ腕を絞った。あとこれはまた竹内さん、えげつない角度で曲げてますね。手にひねってますよね。血中を軸にしてこの大森の右腕を殺しています。さあこれで形勢逆転になるんでありましょうか。右腕を持っています、右腕を持っています秋山です。さあ鉄柵を挟んで、あーっと、うわー、鉄柵で打ちつけました。大森の右腕。そういえば秋山はこの小橋との三冠戦の時にもこの鉄柵を使った攻撃を見せました。秋山と大森、この2人の性格の差、特徴の差を挙げるとすればどれだけ非常になれるかどうか、そういった面で考えると秋山が徐々に本領を発揮してきましたね。山野がひたたかの強さがありますよね。そうですね。大森の方はどちらかと言いますと性格はおとなしい方、ただ自らに勢いをつけるべくノーフィアというグループを作りました。その勢いもあってファンの後押しも受けて今宵日本武道館メインイベントのリングに立っています。全日本プロレスのファンが一番見たいカード、全日本のファンが武道館のメインで見たいといったカードがこの秋山と大森です。さあ距離を取って、今右腕集中砲火を浴びた大森がその右腕をやや隠すようにして戻ってくると、今度はさあアームブリーカーの体勢だ。ピーンと伸びている。あーた、秋山は怖い。秋山の英国差がさあ出てまいりました。ターゴを視点にして、さあアームブリーカー、やった、これはたまりません。秋山の攻撃が徹底してまいりました。下げろ。秋山にとっても当然この最近の大森の成長をしていこうというものは十分に認めています。ただ本人の気持ちの中では武井さん、受けて立つという意識はあるでしょうね。当然そうですね、それだけの実績を積んできたわけですからね。立ち上がりは大森が勢いに任せた攻撃、バックスボンバーもありました。ただ時間を追ってきて秋山の非常さ、同期に対する厳しい攻めが見えてまいりました。エプロンサイド、大森が今戻ろうというところです。もう一度腕を振ります。徹底した大森への右腕攻撃、腕が伸びた。大森が大ピンチに襲われております。さあもう一度腕を伸ばして腕を固めています。あっと腕がダメ、完璧な体勢で入っている。大森は返せるか、これは危険だ、この角度は危険だ。右も固めている、大森は返せるか、大森が危険だ。まだです。大森は諦めません。大森の右腕がまさに一本の棒になりました。大森蹴り上げろ蹴り上げろ。秋山の持ち味、集中一点攻めがどうやらこれからクライマックスを迎えようというところのようです。今この技を自ら解きました。まだ仕留めないという、あるいは余裕なんでしょうか。試合前の大森が話していました。過去の先輩のどのレスラーに聞いてもやはり武道館のメインは違う、武道館のメインをシングルでやるのはいつもとは全く違う世界にいる、そういうことを聞かされて今日のリングに向かっています。秋
秋山はこの武道館のメインシングル3冠戦を経験しています。大森にとってはまさに未知の世界。ジャンピングに、お、大森捉えた、リードキックはかわされた。秋山が冷静に冷徹に見ています。今度は秋山がニュートラルコーナーです。ニュートラルコーナーのトップに立とうというところです。リングの中には大森、大森が立ち上がっています。大森が立ち上がってストマックに一発入れた。さあここで雪崩式で大森が持っていけるか。体勢はブレインバスターか。大森が秋山を投げるか、投げるか。体勢は十分、いや秋山もこらえている。まさかこの角度からは投げないだろう秋山。このニュートラルコーナートップを挟んだ異様な緊張感。秋山は投げるか、秋山がまさか投げるのか。こんな技は見たことないぞ。さあ大盛り返した。武道館が安堵のため息に包まれました。秋山ならひょっとしたらあそこからでも打つかもしれない。やりかねません、ね、そんな危険な香りがありましたからね。秋山2で返します。92年入門の2人っきりの同窓会です。今宵日本武道館のリング上、踏み交わす酒はありませんが、滴り落ちる汗の汗で失敗を挙げています。秋山と大森、キックを見せて、リリキック決まった、ズバッと決まった。フライングのリリキック大森。さあ大森の目は見開いています。さあサポーターを外した。ダイビングのニードロップの瞬間が刻一刻と迫っております。さあそのまますぐに右の膝をぶつけんと大森がコーナーのトップに立ちます。ダイビングにかわされた、かわされた。あまりにも痛い失敗。秋山が冷徹に見てドロップキック、低空ドロップキック。20分経過のアナウンスがありました。さあダブルアーム式の DDT、 先ほど打たれた DDT の返しとばかりに打ってまいりました。秋山膝を打ちつけられました。そして額を真っ逆さまに落とされた大森、その大森が立ち上がるのを待って秋山が赤コーナーのトップに立ちます。何を持ってくるんだ秋山、背中を見せている、ミサイルキック。さあ秋山すぐ立ち上がった、ジャンピングに背後から、さあバックに待ってジャーマン投げ捨て、一気加点攻める秋山。ラークソンバー、アクソンバー、大森を返した。アクソンバーを見せました。まさに一瞬の切り返し、勝負をかけてきた秋山、その秋山の動きを止めました大森のアクソンバー。大森にチャンスが訪れました。大森はこの一瞬も逃してはいけない。これまでシングル戦で大森は秋山に勝利することはできませんでした。これまでの7年間の集大成を今宵の武道館のマットで見せることができるか。大森、フルネルソン、フルネルソンから前に落とす。大森は畳みかけなければいけません。先ほどは失敗したニューヨロップを、さあ再度チャレンジか。サポーターはまだ外されています。コーナーのトップに取った大森、ダイビングに決まった、胸板に崩されてしまった大森。それで返します秋山。ただ大森にとっての歴史的瞬間がまさに訪れようとしております。コーナーからは高山が激を飛ばします。タイミングに落ちました。アックスボンバーも打っている。さあ最後もアックスボンバーで決めるのか。握っている大森、壊された、あったエクスプレーだ、エクスプレーだ、なぜ壊した大森。バックから打ってアックスボンバー、アックスボンバー、さあ大森丸め込め、スリーカットなるか。返しました秋山。大森のプロレス人生は秋山の背中を追うことで始まっています。今その背中は確実に見えています。肩までは押さえています。あとはその肩を3秒間上げさせに、この秋山をマットに沈めることができるか。肩が大きな差を持って、そうですね、アックスボンバーは乱れ打ちで打っています。さらなる一発を打つのか。握っている大森、
ボールカット、デボースマッシュ、距離を取った、距離を取った、ジャンピングでヒット。さあ投げたい、スライダー、垂直落下で落ちた秋山、エクスプロイダー落ちました。大森がでも立ち上がります。ジャンピングで顔面ヒット、立ち上がれと声をかけます。コーチも2人で張っている武道館のメインイベント、大森が目を見開いた。さあ抱えた垂直落下ブラインバスター、秋山から大森返せるか、返した、誰にしか分からない世界、今宵の武道館はこの2人きりの世界になっています。思う存分戦うがいい秋山と大森、まさにファンが望んだ通りですね。そうですね、大森が秋山を超える瞬間が来るのか、秋山はそれを封じるのか、コーナートップの秋山、あーとジャンピングにタイミングで打った、返した返した、大森返した。さあ立ち上がる立ち上がる、懸命の大森、バックに回る秋山、92年入門の同期の2人、非常な攻めの秋山、耐える大森、エクスプロイダーに集め、まだカバーに行かない秋山、まだカバーに行きません、まだ秋山は満足していません。フラフラの大森、ただ大森の目はまだ死んでいない。さあ連発エクスプロイダー、リングの中央、大森返せるか、スリーカウント、秋山勝利。大森はまたしても秋山の壁を打ち破ることはできませんでした。92年日本の秋山と大森同期の2人、同館のメインを張りました。今全日本プロレスファンが一番見たいと選んだこのカード、メインイベントを堂々果たしました秋山と大森です。はい、最終的にはエクスプロイダーの連発、秋山の攻撃で大森は沈みました。しかもですね、5年前のちょうどアスタファイの決勝の時ですね、秋山が誤って放った最初のエクスプロイダー、はい、その技をまたこの大きな舞台でですね、ピッと決めてみせましたね。なるほど。さあ今秋山が大森の右腕を取ってチリ握手、もう一度やることを誓っています。秋山がこの武道館のマットでもう一度大森とシングルマッチをすることを約束しました。21世紀のゴールデンカード、21世紀の三冠戦はまず前哨戦と言っていいでしょう。秋山が勝利を収めました。24分29秒、必要なまでのエクスプロイダーで大森からスリーカウントを奪っています。今山が大森のそばに寄ります。大森はそのアックスボンバーで何度もチャンスを作りました。初めて踏んだ日本武道館メインイベント、シングルマッチのリングです。ただ場内のファンは大森に対する惜しみないコール、高山が大森を称えます。ノーフィアーで培ってきた勢いはまさに本物と言えるでしょう。武道館のメインイベントを張りました大森です。24分29秒、秋山の金属エクスプロイダーで大森からスリーカウントを奪いました。見事な同期対決といって間違いないでしょう。放送の解説は週刊ゴング竹内浩介さんでした。竹内さん、どうもありがとうございました。どうも。